はい、皆さん、こんにちは。レック専任講師、森田隆二です。それでは、ただいまより、不動産鑑定試験2021合格基礎講座、経済学第1回目の講義ですね、開始いたします。よろしくお願いいたします。はい、えー、本日ですね、第1回目ということになりますけれども、まず最初のお時間ということでありますので、ガイダンスをですね、させていただきますね。で、パワーポイントの方、ちょっとガイダンスは使わせていただきますが、 えまあ本講座の目的ということでありまして、何を目的にしているのかというと、やっぱりこれですね、経済学の合格答案を書くということでありましてで、ここでちょっと中なんですけどね、トップ答案ではないというところですね、ここをですね、強調させていただければというふうに思ってるんですね。 まあ要はですねオリンピックでいうと金メダルを取る必要がなくてですね入賞すればいいということですね。まあ、例えばですね2019のですね、まあ、平成30、えーまあ2019の合格者なんですけども121名の合格者が出ていると不動産鑑定試験ですね。で、まあ、レックからは30合格者が出たわけなんですけどもそのもう121名の中に入りさえすればいいと別にトップ取ろうが何しようがですね別に関係ないと合格を。 するとこういうことを目的にしてトップトーをね 書こううと思う必要は全くないわけですねでトップ答案を書こうとかですね下手に思ってしまいますとですね経済学だけにすごく時間がかかってしまいまして、まあ、それははっきり言って、えー、合格までの道の道りが長くなってしまうんですねなので、えーまあ、トップ答案というのは、まあ、志としては非常にいいことなんですけども、えー、それをやってしまいますとですねそういうことを狙ってしまいますとちょっと遠回りになってしまうのかなということでありますので、えー、合格答案を書いていくという、ねえー、ことですね。 でそのためにはやっぱり予備校というものがありまして予備校でその、まあ、技術を、ねえー、身につけていただくということかと思いますので、まあ、ぜひともですね、えー、いろんなものを、ね、盗んでいただければと思いますね。つまりということで、えー、2021年、えー、夏にですね、えー、2時間で2枚の合格答案を作成するとういうことでありますね。 でえー、短期合格にはやっぱり戦略があ必要であると、まあ、やり方戦略ですね、えー、これが必要かなということですね、まあ、やっぱり戦略を間違えてしまいますとですね、まあ、なかなか勝てないと合格するまで時間がかかってしまうということで、まあ、やり方ですね、まあ、これがあるんで、まあ、しっかりとね、えー、そこをつかんでいただく必要があるかなとでまずお時間なんですけどね、まあ、担当と論文というね、えーまあ、試験がありますので、まあ、大体担当で500時間そして論文式試験で2000時間使う って計2500時間我々にくださいということでありますね。でその2500時間を使ってですね勉強していく。でその時のポイントなんですけどもあのバランスよくですね勉強していくっていうことになりますね。まあ担当で言うと行政法規とそれから鑑定理論とで論文式試験で言うとですね民法教養3科目が民法経,経済会計ですよね。でそしてドンと鑑定理論があるわけなんですけどもやっぱり、えー、バランスよく、えー、しっかりと勉強するということが大切になります。どれか1科目ね。 えー、得意科目を作ってと、えー、そして苦手科目をカバーすると、まあ、そういう手法もありっちゃありなんですけど、えー、短期合格を考えますとですね遠のく可能性があるんですよね。あのはまればハマるんですよあの得意科目をね作ってね、えー、苦手科目をカバーするというやり方もね。だけど例えばですね受験生を超えるような問題っていうのはね あの往々にして出るんですよ。結構な確率,がで確率で出ちゃうんですよね、経済も会計もね。えーまあ、例えば経済学でいうと、ですねこんなのできないよっていうね、まあ、例えば問題が出ちゃったりするんですよ、まあ。例えばですね、いつになりますかね、2018年ですか、えー、2018年のマグロ経済学で、内政的経済成長理論というのが出たんですよ。えー、まあ、そのですね、まあ、非常に難しい理論なんですけども、だからほとんどの合格者もですねきちんとかけてないですよね。 で数式の展開なんかはね理系の方なんかあの意味も分からずちょっと展開したら解けましたみたいな方がいらっしゃいましたけどほとんどの合格者は分かってる方いなかったですよでもそれでも合格取れてるということで、まあ、要は何が言いたいのかっいうとマクロ経済学というまあ分野でね経済学の中でミクロマクロってあるわけなんですけど後で触れますけどねマクロの中で非常に難しい問題が出たとでその時にですね経済学で得点を稼いでやろうっていう方はですねやっぱり全滅してるわけですよマクロでねですから要はその経済学で得点稼ごうと思っても やたら難しい問題が出たらですね得意な人も苦手な,苦手な人も同じ点数、まあ、つまり0点に近くなってしまうと。 いうことなんですよですからこの科目で得点を上げるぜとグイグイ引っ張っていくぜという科目を、ね、作ろうとしてもですねなかなかハマればハマるんですよあの非常に標準的な問題が問われる時なんかは非常にハマりますよそれね。だけどもそういう問題が出ないことも多いんですよね。会計だってありますよ、えー、例えば事業分離っていう、ねえー、お話がありますけど、まあ、もちろんか、えー、公認会計士さんなんかはね事業分離なんか知らないとですね仕事商売にならないでしょうけども。 鑑定士で授業分離ってどうなのという話ではあるんですよで授業分離なんかも会計で出,た出ちゃったりっていうのがありましたんでねでほとんどやっぱ没問ですよねそういうので出ちゃうとね。ですからまあうんどれかの科目でで,ですねグイグイ引っ張っていくぞという、まあ、そういったやり方それはねハマればハマるんですけどこける場合も多いということでありますからやっぱりね勉強法としてはバランスよくね、えー、するということが必要かなというふうに思いましてですねですからまあ合計で。 担当論文合わせて2500時間なんですけども、経済学は350時間ですね、学習時間をまあいただきましてですね、えー、そして、えー、まあうん、あまりにもマニアックな論点には手を出さないと、標準的なあ、そういったね、論点に手を出していくと、そういった手法ですね。 だからレックにはもちろんその合格するための教材がありますから、まあ、そこにですねあのいろんなその、うん、標準的な、ね、ものを中心にですね収めておりますんでそこをきっちりと、ね、勉強していくということになるのかなと思いますねだからバランスよくというところをですね、まあ、しっかりと押さえておいていただければなと思いますねだからそうですねうんまあ食べ物と一緒ですよね栄養と一緒ですよねやっぱ糖質脂質タンパク質、ね、ビタミンミネラル食物繊維というふうにまあ栄養素があるわけなんですけどもやっぱりバランス バランスよく取らないと体あの元気にならないじゃないですか。それと同じでですね、合格するためにはですね、バランスよくですね、えー、民法、経済、会計、関テ理論を勉強していくと。 えー、いうことでありますねだから,このだからんー早く合格する方っていうのはね苦手科目を作ってないですよねどれも合格ラインに乗るとそういう方がですね合格していくということでありまして、まあ、短期合格したいということが、まあ、私の講義をあーお聞きになってると思いますんで、えー、私はその講義をね、えー、していくわけなんですけども、あのーまあ、そういうねやり方にのっとってですねやっていただければと思いますね。では 実際問題どんな講座なのかと言いますとですねこの合格基礎講座というのはですね合格答案を作成するためのですね講座なんですけども主にですねインプットに力を注いでいるのが本講座であるということでありましてですねあの合格に必要なのはインプットと次に出てくるんですけどアウトプットなんですよ。インププッットトトとアウトプットが合格に必要なんですねだけどアウトプットの本はあの後発講座になりますね。 あのアウトプットっていうのは経済学は担当式試験ありませんから論文式試験のみなんですけどもあの実際問題は論文を書くということになるわけですねでこれ書くというのはやっぱり書かないと書く練習を普段からしてないと書けるようにならないということで、まあ、予備校ではですね答案練習会というね、えー、そういったものを提供させていただいてるんですけども、まあ、そこでですねみっちりと練習するということになりますね。だかかからやっぱり答案練習会をきちんとと受けないとなかないか 時間通りにあの収まるような合格答案を書くっていうのは難しいので是非、まあ、ともそちらはね、えー、そちらで頑張ってもらいたいんですけども本講座はインプットの講座であって、まあ、知識考え方、経済学の知識考え方これをですねしっかりと学んでいくということになりますね。でえー、っとですね こちらが本講座とで、えー、まあインプットする際のねポイントなんですけどやっぱりね理解と反復ですねこれが大切かなということで、まあ、あの理解の繰り返しこそ学習の基本だというふうに書いておきましたけどやっぱりですねうんあの何度も何度も繰り返すと。 まあ経済学っていうのはグラフとか数式とかとても大切なものがあるんですがうで触れますけどねえ大切なものがあるんですけどそれをね何度もやっぱりね書いていくんですよ。何度も何度もいらない紙で結構ですからグラフを書く数式をとあの展開していくそういったことの積み重ねがですね自分のものになっていくということですね。見てるだけだったらなかなか自分のものになりません。何何度も何度もも繰り返し手を動かすと。 そこはポイントかなというふうに思いますね。なので、まあ、繰り返すということですね。だから、こう、絞ったほうがいいですよ。広げたら、あの、繰り返せませんから。あ非常にね、広げちゃうと。だから、マニアックなところまで広げちゃうとですね、繰り返せませんから。えー、1日24時間しか我々持ってませんから。だから、繰り返すっていうことは絞らなければいけないと。で、我々絞り込んでますからね、予備校の教材っていうのはね。なので、まあ、私、大学で教員やっておりますけどねあの、私は大学でミクロ経済学担当しておりますけども、あの、大学の講義と、やっぱり 予備校の講義で分けてますよやっぱり受かるための講義をやってますからね私はね。で私はやっぱり覚えてくださいっていうのはやっぱり、あのー、言いたくないですよ、ねえー、極力。 だけどもやっぱり予備校の、ねえー、授業ということであのこれは理解するには時間がかかるなっていうところではやっぱりこれは覚えてくださいというふうに申し上げますしだからその辺は分けてます私はね、えー、もう短期合格っていうのがとにかく目的にあってそのために350時間使わせていただくとするなら何をやるのかっていうのを考えてですね構築してるんでで、えーまあ、そのまあだから教材信じて、えー、勉強を進めていただきたいんですけどその絞り込んだね、えーまあ、もちろん私だけで作ってるわけじゃないんですけども、まあ、私があのこの講座でねやる 合格バイブルというのは私だけで作っておりますけどあのそれ以外の教材は私だけで作っておりませんがあの我々絞り込んでおりますからとにかくね合格に必要なものを絞り込んでますから逆に言えばそれを、ね、それ以上のことをやらなくてもいいですよはっきり言って、ね、それ以上のことをや,やろうとしたらはっきり言って、まあ他の時間を犠牲にしてるってことになりますねだから1日24時間しかありませんからあマニアックなところまでやっちゃったら鑑定理論の暗記に回す時間なくなっちゃうわけですよだからそれでいいのかっつったらダメだっていうことだと思いますんでだから 絞絞り込む教材絞り込込むむ教材だから全ての,あのそれはあの科目でそうだと思いますよ。官邸理論だってそうですし民法だってそうですし会計学だってそうですし絞り込むんですよ。そして繰り返しやっていくとで身につけていく自分のものにしていく、ねえー、ということだと思いますんで、まあ、理解の繰り返しこれこそ、えー、繰り返しこそねやっぱりあの勉強の基本だというふうに思ってますんで、ね、ぜひしっかりと、えー、何度も何度も、まあ、はっきり言ってたん退屈な作業ですけどね。 繰り返すっていうのはねで、まあ、正直言いましてですね、うん、経済学でも会計学部でもそうなんですけどもやっぱりね、あのー、初めの方って辛いんですよ初めの方ってね、あのー、これは答案練習会が始まったら特にそういう風に感じるところが多いとは思うんですけどもあの勉強ってね、あのー、やればやるほど実力が上がっていくわけじゃないんですよやっていっても全然実力が上がらない時期っていうのがあるんですよだけどある時ヒュッといくんですよね そここが勉強の非常に辛いところです。だからあの努力すれば努力しただけですね成果が出るはこんな楽しいことないですよはっきり言って。だけどそれがなかなかあの、まあ、特殊な方は、ね、いらっしゃいますよ飲み込みのいい方っているんですよスポーツやってもそうじゃないですかスポーツでねあの足が速い人ってもともといたと思いますけどそういう方はセンスがいいんですよだからそういう方は、まあ、努力と、ね、成果が比例するっていうね。 そういった、まあ、非常にこあの幸運の持ち主なのかもしれませんけど普通の方、まあ、私のような普通な人間はね、えー、努力してもなかなか成果出てこないですよ、ね、努力してもなかなか成果出てこないだけどその努力を諦めなければある時成果がひょって出てくるわけですねそこまで我慢するとだから我慢ですよはっきり言って、ね、我慢忍耐これも必要かなっていうことだと思いますんで、まあ、ぜひともですねあの350時間、えー、でこの350時間っていうのはあの講義を見る時間も含んでますから、えー、それだけ経済学に当てて だから教材を絞り込む、えー、何に絞り込むのかっていうのは次のページでお話しさせていただきますけど教材を絞り込むということですねで方法論ね方法論なんかは、まあ、これから学習する際にあのいろいろ申し上げていきますけども、まあ、そこで、まあ、間違えてしまうとなかなかあの時間がかかってしまうってことだと思いますの、ね、でその辺気をつけていただいてバランスよくということですねよろしいですかね繰り返しということになりますでアウトプットは「後発講座」ということですよね。 で、えーまあ、ちょっと先取りなんですけどねアウトプットの方も申し上げておきますと練習こそ本番のつもりで本番こそ練習のつもりでというふうに書いておきますけどやっぱり実際問題ですねインプットしたものっていうのを吐き出さなければいけないということで答案を書かなきゃいけないわけですよね。答案白白紙紙ですよで白紙のところに 埋めていくという作業になるわけですねだから論文を書くということになるわけなんですけども論文を書くというのはやっぱり練習しないと書けないんですよねなのであの答案練習会で、えー、その練習の時にですね本番のつもりでやっていただきたいんですよねですからまあその時にまた申し上げますけどやっぱり本番さながらの状況を作り出すと極力作り出すということが必要かと思いますねだから、えー、レックの自習室行くもよし図書館を使うもよしまあ家でやるとですねまあやってもいいんですけどもまあ、あんまり良くない んでかとつうと、まあ、宅配便のお兄さん来るかもしれないじゃないですかピンポン森田さんお荷物ですよみたいなね来るかもしれないですよでお,お兄さんが来たらですね時間計ってやっててもやっぱりその、えー、せっかく来てくれてるから出ないとまずいじゃないですかで出ちゃうとまたねあのそこで試験が中断してしまいますからでやっぱり本番さながらの状況を作るとだから私がもし受験生だったらね10時から始まりますよね試験がねだから10時にその、えー、スタートを切れるようなねそういったあの体を作っていきますよね10時に一番 頭が冴えてるようなあ。そういった状況を作り出すとだから1あの自分が答案練習会をやるんだったら10時にやりますよ。 10時スタートにやりますよだから本番で力を発揮できるようなその状況を作り出していくとコンディション作りですよね、まあ、そんなところがやっぱり大切になるのかなっていうふうに思いますねだからえ夜型の方っていらっしゃるじゃないですか夜の方が集中できるとまあ私も分かりますよ自分の大学の研究室でね夜だとやっぱ静かなんですよねえなんか訪問する人もい,いませんし電話も鳴らないしっていうことで夜の方がやっぱり集中できると自分の研究にねだからそ分かりますよ分かりますけども試験は朝なんですよ10時からなんですよ そこにいいスタートを切れるような状況体を作っていかないと受かりませんからだから私がもし受験生だったら夜の方が頭がさえるということであったとしてもやっぱり10時というのをね、えー、もう念頭に勉強を切り替えていきますから皆さんも是非ね、えー、そういうふうに切り替えていただければと思いますね。でねやっぱりね私なんかもうこの,この仕事やって何年になるんですかね。 2007年からこれやってますけど、えー、2007年から一番初めはねお前の話なんてどうだっていいっていうふうに思われるかもしれませんけど会計でね収録やってたんですけどもあのやっぱりいろんなね合格者の方あのと出会いましてねでやっぱり言われてたことをね、えーまあ、いろいろ、うん、思い出しますとですね やっぱり朝方の方が多いかなっていうふうに思いますよ。まあもちろんすべてがすべてじゃないですけど、朝起きてですね勉強しましたっていう方が結構多かったかなというふうに思うんですよね。なのでまあ皆さんもですね、まあ別に朝方にしなくてもいいですけど、10時にスムーズに頭が働くようなそういった状況にすればいいわけですから、別に朝5時に起きろというわけじゃなくて、まあ朝5時に起きて勉強してた方結構多かったんですけども、まあそこまでいかなくてもですね、10時にスムーズにですね体が頭が動くようなそういった状況 状況を作り出すということを念頭にですね切り替えてこれから切り替えていただければなというふうに思いますねですかねだからそのいくらですねあのいろんな知識を持ってたとしても書けなければ意味がないと合格答案を書けなければ意味ないそして夜型だったらね朝ちょっと苦手だったらなかなかそのスムーズに書けないというのだったらやっぱり合格をと合格は遠のいてしまうということですからまあやっぱりねその合格にするためのねコンディションを えー、極力早い時期からね、えー、作り込むということも考えていただければと思いますねだから答案練習会なんかやっぱりあの練習ですよはっきり言ってだけど本番のつもりで解くんです本番のつもりでやってた方がですね本番で実力が出てくるんですよ本番緊張しますよやっぱり。 本番緊張しますけど練習を本番のつもりでやってた方が力が発揮できるんですよ。やっぱり練習がをぬるい状況でやってたらですねなかなか力って出てきませんからならやっぱりね、えー、あの本番のつもりであの取り込んでぐっと取り込んでいただければなと思いますね。では、えーっとですね、中身の方に入っていきますけども。 あ、ごめんなさい。えっ、ー、とその後、あごめんなさいこまだありましたねえっ、ー、とこっちか。 えー、本講座の使用教材ということで、えっと、ちょっと全部出しちゃいますけど、えっと、まず2021合格バイブルですね、えー、こちら本講座で使用すると試験日まで使用してくださいということでありますね、えー、2021の合格バイブルですねあのこちらですねあのこれはもうずっと使ってほしい教材になりますねで私が具体的にですねあのだから皆さんのお手元に今何冊かちょっとあるかなというふうに思いますね合格バイブルだとかあとテキストだとかねこうかけて というのとかあと「パワーポイント画面集」っていうふうに書いてあるんですかねいくつかあると思いますけどもいくつかの教材あるかと思いますけどもあのとりあえずこの合格基礎講座では合格バイブルを完成させていくということですねだから私が収録経済学でやった一番初め会計で入りましたんで経済はライブでずっとやってたんですけども会計でや入ってまあもともと経済の人間なんですけどねであの合格バイブル自分が作り始めたのいつですかね、まあ、2008年か2009年か合格向けぐらいからずっと あの作ってそれを継ぎ足し継ぎ足しっていうだからだからうなぎ屋さんのたれみたいなもんですよ私の合格バイブルはつ毎,毎年継ぎ足してってちょっとずつなんかねちょっと改善したりみたいな感じでえうなぎ屋のタレみたいな感じであの少しずつバーチャルアンプはさせてるんですけどもでこの合格バイブルをですねまあ使う あの日々使っていただければなというふうに思います、ね、インプットの教材だだとと思思っていいただければと思いますで授業でこれを使いますんで私の授業を見るときはテキストいりません効果系いりません合格バイブルだけ揃えていただければと思いますねあとパワーポイント画面集かな、えー、そちらあのちょっとまだ私手元に完成品申し訳ないですけどあの出来上がってないんであれなんですけどもあの合格バイブルプラスちょっとその合格バイブルに付随するあのパワーポイント画面集だとかそういうのがありますけども。 あのそういうそのぐらいの教材ですね。だからテキスト講課系それはもうあの講義見る際にはあ手元になくて結構です。で。<laughs> えー、今テキストそれから「かけというふうに申し上げましたけど2021年合格基礎テキストですねこれは講座終了後に一読する自習用の教材になりますねあので、ーまあ、講義をご覧になられている時に同時並行してももちろん構いません同時並行しても構いませんけどやっぱりなかなか時間って限られてると思いますんでなかなかそれも難しいと思いますんでもうまずはその講義プラス合格バイブルに集中していただいてということでよろしいかと思いますんでどうしても時間があります っていうことであればもちろん、えー、テキストも同時並行で読んでいただければと思いますけどそうでない限り、えー、講座が終わった後に読んでいただければと思いますね。 高けもそうです、えーまあ、講座が終わった後にでいいんですけども、まあ、余力があればですね、えーまあ、使用してくださいとで、こちらも試験日まで使用します、だから合格バイブル、それからその高けですね、こちら試験日までですね使っていただければと思いますね、だから鑑定、えー、試験の初日は民法と経済学なんですけれども、やっぱり初日にですね私の合格バイブル、これ持っていっていただければと思いますね、そして高けですね、持っていっていただければと思いますね。で,テキストはですね一読用とと、えー、自分の理解をです、ね、深めると えー、そして定着させると、えー、それぐらいの位置づけですから、えーまあ、そちらは一読ということで結構かと思いますね。 まあだから教材広げなないいいいでいただだければなとううふうに思いますねだから本当にね本屋さん行けばですね非常にえまあ素晴らしい本がいっぱいあるんですよミクロ経済学でもマクロでもねだから私はだから先ほど申し上げましたように大学であのミクロを担当しておりますからだからそのミクロのね素晴らしい本いっぱいありますよでそういう本をまあ学生さんに紹介したりだとかしますけどもだけど不動産鑑定試験の合格っていうのを私は目標にこの講座に挑んでるんですよ。でそれを考えますとやっぱり やっぱりあのそういうね市販の、まあ、教科書素晴らしいものはいっぱいあるんですけどもやっぱりちょっと一長一短なんですよねやっぱ鑑定試験っていうのはちょっと癖があるんですよ、えー、もっと言えば試試験験のの癖がが出出まますすねね特徴だから不動産鑑定試験では試験員対策講座っていうのがあるんですけどもあの非常にこう試験員の色が出るわけなんですよねだから過去問っていうのがありますレックだったらあの宣伝ばっかしてんじゃねえというふうにお叱り受けるかもしれませんけど何だったっけな。 えっと過去問セレクトっていうのが毎年あの販売させていただいてるんですけど過去問セレクトをですね300回やっても受かる保証はありませんよなぜか、えー、過去のですね試験員の色が出るからだから今の試験員の色じゃないんですよだから今と考えると全然違うタイプの問題が出るっていうこともあるんですね、まあ、ただ過去問セレクトっていうぐらいですから我々がピックアップしてるんですよ 今これは使えないなこれ使えるなというふうにピックアップしてますからだからまあそういった観点でいうと我々が選別してますから、まあ、結構そういう使えるそういったね問題に、まあ、なるべくこうしているわけなんですけどただそうは言ってもですねちょっと色が違ったりするんですよね。なので過去問をいくらやってもですね得るところはありますもちろん得るところはありますけど、えー、それをやれば合格できるというわけじゃありませんのでやっぱりこの基本というのを大切にしていただいてあまりにもマニアックなところを広げないと。 絞り込むと、えー、そのスタンスで350時間懸命にですね勉強に、えー、取り組んで、えー、学習に、えー、取り組んで学習していただければなと思いますね。ではですね、えー、と合格バイブルをですね、えー、1ページですねこれ開けていただきましてですね早速あ、それからねごめんなさい。 えっと、この講座なんですけども合格基礎講座全18回になってると思いますが、えーまあ、2時間半という時間を私毎回いただきましてですねで前半と後半で分けますで10分間休憩取らせていただくんですけど前半部分と後半部分にさらにですね、まあ、大体35分ぐらいでブレイクっていうのを取りますねだから前半とだから真ん中に10分間の休憩さらに前半と後半で、まえー、さらに前半と後半の真ん中にブレイクっていうのを入れさせていただきましてだから 計4ブロックからこの合格基礎講座は成り立つということでありましてねまあちょっと私時間配分がうまいわけじゃありませんからなんかこうね35分じゃなくて25分のところでブレイクだとか。 あ35分じゃなくて45分のところでブレイクだとかそういったこともあろうかと思いますけどとりあえずブレイクを入れて4ブロックから成り立つと、まあ、そういう構成で、えー、臨みますんで、えー、そのように受け取って頂ければと思いますねでは、まあ、ですね、まあ、今245分経ってるのかなというふうに思いますけど、えー、合格バイブルですね1ページ開けていただきましてねごめんなさいこっちこっちですね イントロダクションということでありましてですねあの経済学とは経済とはというふうに書いておりますけれども経済学って何でしょうというと経済現象の仕組みからくりをですね明らかにする学問であると経済現象の仕組みからくりですねあの経済現象っていうのがあるわけなんですけどそれの仕組みですねどのようなからくりで動いているのかとそれを明らかにしていく学問が経済学であると。で経済学っていうのは 非常に論理的で実践的な学問なんですね。 やっぱり非常に論理的ですよな,なぜならばもう社,会、えー、社会科学でですね経済学だけがノーベル賞がある学問ですからね、まあ、1969年にノーベル経済学賞が創設されたんですけども社会科学で唯一ですよですから極めて論理的な学問であるとそして極めて実践的な学問であると実践的とは何かというとやっぱり経済政策ですよねやっぱり、あのー、国の景気が悪いんだったらマクロ経済政策っていうのをまあやるわけなんですけど景気を良くして いいいくとう政策実践的じゃないですかあるいは経済学きちんと勉強すればですねやっぱり株式投資だとか FX だとかあ、まあ、そういったところにも使えますよ私も投資は少なからあのちょっとやってますんでね、えーまあ、経済学やってて投資で負けてたらあの笑い者になってしまいますからやっぱりね負けないようにと思って経済学を勉強してマーケットの動き見てで投資はしてますけども。 やっぱり投資にも,もちろん役立ちますよこれからどう世の中があその価格が形成されていくのかなとやっぱり経済学をやっといた方が得ですからねで最近の株式市場、えー、株価っていうのはねやっぱりん昔はね 例えば、えー、会計額できた方がおそらくね財務諸表を読み込めた方がおそらくね株価、えー、安い時に株を安い時に買って高い時に売るっていうのがあのスムーズにできたかもしれないですよだけど今はもうカワスレートの動きで一発に株式市場にドーンと影響が出てきますからだからやっぱりねあの経済学っていうのが今はとっても大切かなというふうに思いますね投資の世界でもねだから昔と比べてですね会計だけで勝てない時代になってますよ例、ね、例ええばばばトヨタ自動車であれば1円例えば ドル,ドル円で言うとね1円円高になったら400億円利益が減るんですよぶっ飛びますよトヨタたった1円ですよ。えー、たあるいは、まあ、あのユーロで考えますとね1円円高になっただけで、えっと、50億円あの利益が減るわけですよ。だからそのの円高っていうのがあ非常にね 企業の業の績に悪影響を及ぼしますよで日経平均株価を構成しているそういった銘柄っていうのはやっぱりあの円高が不利だっていう銘柄が多いわけですから日経平均株価が非常に、えーまあ、円高になると下押し圧力がかかってくるということでね。 ですから為替レートの動きっていうのがまあ投資の世界にもあの役に立つわけなんですけども要は何が言いたいのかごめんなさいねこっちですね要は何が言いたいたのか実践的ですねだから経済政策などのための学問でもありますしまあ例えば株式投資だとか FX だとかそういった投資にも役に立つということで実践的ですノーベル賞あるある論理的な学問でありそして実践的な学問であると非常にだから面白い経済学は。 だから私はもう本当に20数年ね経済学とどっぷりと付き合ってきた人間なんですけどこんなの付き合いになるとは思わなかったですね。い、え、い、ー、時サラリーマンやってましてね自動車メーカーで働いてましたけどでも経済学やっぱ面白いなと思ってで経済学また使う仕事をやりたいなっていうふうに思ってずっとそのサラリーマン時代も経済学を続けてたんですけどもやっぱりそれぐらい面白いですよ経済学ね。だけど面白いんだけど広げすぎない。 これが合格へのポイントですよ先ほど申し上げましたけどバランスいい勉強していただきたいんです、ね、広げたらもう終わりなんですよはっきり言って、ね、時間は一日二24時間しかありませんよ、ね、皆さん物知りになる必要ないんですよ、ね、早押しクイズで物知りになる必要はないんですよ、ね、合格するために理解を深めておかなければいけないんですね合格に必要なものに理解を深めておかなければいけないんですねなのであのー、いろんな素晴らしい本がまあ本屋さんに行けばありますから えー、そういった本をね読みたいっていう方いらっしゃいますけどはっきり言ってそれをやってしまうと、えー、遠回りですから、ねえー、遠回りなんで絞り込むと、ね、そこが大切なあ、ねえー、ところかと思いますね。じゃあね今度その次なんですけどもあの経済現象の仕組みからくりこれを明らかにする学問これが経済学ということなんですけどそもそも経済現象経済とは何かと。 いうことになりますけど、経済とは消費と生産の集まりなんですね。人々の消費、それから生産これが集まったもの、これが経済です。だから、消費と生産が集まったものが経済で、そういった現象をの仕組みとかからくりを明らかにする。そういった学問。これが経済学なんだなっていうことですね。よろしいですかね？ で、まあ、今度その次なんですけども、えー、経済学の3種の神理ということでありまして経済学っていうのはですね、あのーまあ、民法、えー、それから会計それから鑑定理論と鑑定、まあえー、試験はこの4つね論文式試験ではあるわけなんですけどまあ、うん、他のその科目と比べてですねちょっと、うん、特殊かなというところがありますよね。でそれは何かっていうと、えー、決定的な違い数学を対応するってことですはっきり言って。 数学を対応すると、えーまあうん、ここでね えー、図式文章と、ね、経済学の三種の人技ということは図式文章というふうに言いましたけど三種の人技というのは何かなっていうと、ね、経済学を学ぶためのツールが3つあるってことですね経済学を学ぶためのツールが3つあってそれが図式文章なんですね。で例えば民法なんかは文章で構成されてますよねだから民法なんかを学習する際に言葉をしっかりと理解してっていうことで,で文章を書けるようにすればいいじゃないですかだけど経済学はこれだけじゃダメなんです図式なんです。 まあ、つまり数学の領域です図、ね、つまりグラフをきちんと書けるようにする理解する書けるようにするそして式、ね、主に微分計算になるわけなんですけど、えー、数式の展開だとか微分計算なんだかをできるようにするということでこの数学的なあ要素、えー、これが経済学には入り込むと逆に言えばね そこがあるから論理的だしそこがあるから世界中に広がったっていうことでしょうかね全世界共通ですよ経済学ははっきり言っていろんなもちろん考え方ありますいろんな考え方ありますけど全世界共通です経済学ってねだからそういった意味ではまあうーんやっぱり数学って力が大きいのかなっていうふうに思いますね、えー、数学って、まあ、やっぱり、あのー、客観的な、ね、ものですから。 えー、日本人だけ分かるものじゃなくてどの国の人でもですね数式は同じ理解に至るということで、まあ、そういった意味で、えー、非常にね、えーまあ、論理的だし世界中でも広がったのかなというふうに思いますね。 で、まあ、だから図式、まあ、グラフと数式の展開なんかをですね、まあうんまあ、理解していかなければいけないんでそこがですね、ちょっと違和感あるという方がいらっしゃるかなというふうに思いますけど、まあ、毎回ですね、まあ、私の講義をね、えー、見ていただいた方でですね、合格した方なんかは「あお前の担当している経済学が一番なんかとっつきにくそうだなというふうに思ったんだけどでも結構楽しかったよと」とうういうふうに言ってくれる方が多いんですね。 2021年なんですけどもごめんなさい2020なんですけども、えー、2019の合格した方とね私まあ飲んだあの合格した後、まあ結構飲み会やるんですよ、あのー、で、まあ、合格した方と、えー、話したりするんですけども、あのー、やっぱりね、あのー、最後は楽しくなりましたみたいなね、えー、そういったことを言われることが、まあ、面と向かってますからね最後の最後までお前の担当してる顔も嫌いだったよというふうにさすがに言えないと思いますから、えー、それはまあね、えー、ないんでしょうけども、まあ、でも、えー、結構まあ まあうん、本当っぽいなというふうに思うんですけどもあの結構経済学あの理解できるようになりましたし楽しいですねみたいなことを、ね、言ってくださる方が多いのかな多かったかなというふうにもう私十数年やってますけどね思いますんでまあやっぱり、うん、そうなってくるかなっていうふうに思いますんでねだから嫁ぎに行くですよはっきり言ってあの文系の方は私私立文系だったですから初めもうやめちゃおうかなというふうに思ったんですよ。 なんだけどもやっぱりねあの株式市場だとか金融だとかそういったところに興味ありますだからまあちょっと数学も頑張ってということで、まあ、結構ねあの勉強しましたけどもあのまあいずれにしてもあの初めはちょっとつらいですだから初めはさっき言った通りなんです。 努力しても文系の方ななんかか特にに成果に結びつかないですよだから逆に言えば理系の方なんかは努力と成果これ対応関係ある可能性ありますね数学できるからだけども文系の方もきっちりと私の講義を受けていただければですね毎年ちゃんと合格者出してますんであのそこはもう私としてはもう方法論これで大丈夫だと思ってますんでねこれが合格者がゼロとかだったらですねあのどうかと自分の方法論もちょっと考えるとあるいはもう私は外だって足洗いますよもうそしたらもう大学の仕事だけでも食っていきますから。あの 足洗いますけども、あのー、私はもうこの方法論で、えー、このやり方で、えー、合格者出してますんで、自信もっとね、あの、やらしていただいてますんで。なら、このやり方をね、えー、信じて、えー、だから、初めは辛いですよ、初めは。なかなか努力、それが成果に結びつかない、あ、もうやめちまうかなというふうに思いますよ。で、私もそうでしたよ、私立文系だったですから。だけども、だんだん出てくるんですよ。ね、だんだん出てくると。 で出てきたら面白くなるし合格力がついてるということで、えー、多少の辛抱これが経済学を勉強すする際には必要かと思いますね、えー、そんなところでしょうかね、えーまあ、とりあえずですねちょっと時間がそろそろかなというふうに思いますんで、えー、っとこちらですねあの図式文章ということで、まあ、ここまでちょっとお話ししたということでありましてじゃあちょっとね <laughs> えー、ブレイクですね、えー、入れさせていただこうと思います、えー、数,数十秒ねブレイクをお取りくださいはい、えー、それですねブレイク終了ということでありましてですね <laughs> 1>, 1ページにちょっと戻りますけども えー、経済学ですね、まあ、先ほど私のね、えーまあ、お話,話の中に、ですねあのマクロ経済学でやたらちょっと難しい問題が出たときがあったんだということを申し上げましたけど、経済学というのは、そもそもですね2つの分野、ざっくりといってね、ねざっくりといって、2つの分野から成り立っておりまして、ですねミクロと、そしてマクロというね、えー、その2つの分野から成り立っているんだということですね。 でミクロマククロロでですねで、えー、ミクロっていうのはあのね何が違うのかってうとこれなんですよ。あのアプロともに,、ね、に経済学ですからやっぱり経済現象の仕組みからくりを明らかにしようっていう学問なんですよミクロもマクロもね。じゃあ何が違うのかっていうとここですね。微思的視的虚っていうふうに書いてますけどアプローチが決定的に違うっていうことですね。アアププロローーチチの違いアプローチが微思的に 攻めてるとこれがミクロ経済学なんですよだから細かい積み重ねですね、まあ、具体的に、まあ、本日やっていきますから、まあ、それでですねだんだんイメージが出てきてくるわけなんですけども微思的っていうのはこういうことですあの消費者がいてそして生産者がいてそしてその人たちがマーケットを構成してということでその細かい積み上げをどん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 していって経済というですね消費と生産の集まりをですね理解していこうというねそういったアプローチを取ると細かいところを積み上げていくと。 微視的に積み重ねていくとそういったアプローチを取る学問これがミクロ経済学なんですねで、ミクロ経済学っていうのはこの価格これがキーワードなんです価格がどのように決定されるのかなと価格がどのように決定されそして価格というのはどんな役割を経済の中で果たしているのかなとこれを明らかにしていく学問がミクロ経済学でありますんで価格というのがキーワードなんですキー概念なんですですから価格理論っていうふうに、まあ、最近あんまり言われませんけど言われたりもしたんだっていうことですね まあ価格って非常にまあ大切なもので経済にとっては非常にそれがあるからスムーズに取引がなされるってことなんですけどもえ価格って何でその水準に決まるのっていうのがまあ不思議に思うことがありますよね。それをまあ論理的にに積み上げてて明らかにしていく学問ですねまあ例えばですねまああのまあコロナウイルスっていうのがまあ今ちょっと私2月に収録してるもんですから。 あれが流行っちゃってということでありましてまあちょっと、うん、世の中あのすごく、えー、バタバタしてるような感じの状況で収録してるわけなんですけども、まあ、例えば中国なんかではですね何が起こってるのかっていうとえっと何だったっけな白菜がですね1月に比べて3倍の値段になっちゃってもう1,000円もするんですよ白菜がね。 ですからなんでそんなに値段がついちゃったのかなっていうね、それがやっぱりあの経済学では論理的にきちっとね、えー、解説できるんですね。だからそういうのをま明らかにしていく学問、これが経済学であると、えー、いうことになるわけですね。経済学をやればまあ、価格の決定、これがまあ価格の決定に関する理解が深まるということなんですね。だから株価だとかまあ為替レートだとか、やっぱりそういった理解なんかにも非常に重要かなっていうふうに思いますね。 でえー、っともう一つありましたね、えー、それがマクロ経済学ですねで、やっぱり経済学ですから、経済現象の仕組み、これを明らかにするわけなんですけど、アプローチが挙手的なんですね、挙手的なアプローチを取る、これがマクロ経済学でありまして、でマクロっていうのは、主に国民所得、これを明らかにしようとするんですね、国民所得がどのように決定されるのか、これを明らかにしようということでありまして、まあ、あ所得を明らかにするということですから、所得理論というふうに言われたりもするんですね、まあ、昔よく言われたんですね。 でその国民所得というふうな概念なんですけどまあ、うん、世の中でよく認識されてる概念の一つが国民所得の概念の一つが GDP ですね。 国内総生産、グロロススドメスティックプロダクプダトっていうふううふに言うんですけども、GDP なんかが、まあ、国民所得の代表的な概念というふうに言われておりましてなぜ GDP が、まあ、日本は約500兆なんですけど500兆なのかということですね、まあ、アメリカなんかは4倍ぐらいあって2,000兆ぐらいあるわけなんですけど中国はもうとっくに日本を追い抜いちゃってということで、まあ、我が国の GDP はですね1968年に当時の西ドイツを抜いてと、まあ、当時は GNP っていうふうに言ってましたけども GNP、まあ、っていう、ね、概念がメインだったわけなんですけども。 ええー、世界第二に日本は踊り出てということだったわけですね、1968年、でそれでずっと世界ナンバー2の、えー、位置づけにいたわけなんですが、あ2010年に、ね、中国に GDP で抜かれてしまったとで、もう無理ですね、やっぱりね、えー、もうちょっと広がる一方という感じですね、中国にはね。 だからまあ本当にうん日本はですね、まあやっぱ人口もやっぱりね中国見えます十四億いて、日本はどん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 少子高齢化でね減ってってということでますますその差が広がるということなんでしょうけども、だからまあ非常にこうこれからはねますますちょっとそういった意味では。 あの厳しいそういった状況になるのかなというふうに思いますけどね。で、まあ GDP というのがまあ500兆であるということなんですけどなぜその水準に決まるのかなと。で、あのやっぱり GDP 所得っていうのはね、とてもその水準というのは大切なんですね。で、例えばその所得の水準が低くなっちゃったならば、景気が良くないんで失業者っていうのが結構出てる可能性があるということですね。で、失業者がこう多くなっちゃったらですね、まあ例えば自殺者なんかも増えるということになってしまったら、本当世の中良くなりませんからね。 だからやっぱりその景気対策っていうね、えー、そういったことが望まれるってことになるわけですよその際に所得という概念がとても大切だということでありまして、えー、そのマクロ経済学というのはそういった意味では重要性があると重要な学問であるということなんですけども、まあ、こちらはですねミクロが一通り終わった後ね勉強するということでだから回数で言うと10回目以降になりますかねどうしてもねミクロの方がですね一番初めにいろんな概念を勉強しますんでお時間かかってしまってということでミクロの方がお時間かかります。そして数字 の展開なんかもやっぱりミクロの方が結構面倒くさいんであのまあどうしてもその全18回のうちですねあのマクロよりもね、えー、ミクロの位置づけの方が多いんですけどねだからお前ミクロ好きだなというふうによく言われたりするんですけどむしろマクロの方が実はちょっと好きだったりするんですけどもあのまあミクロが別に好きだからね長くしてるわけではないということですね。ではですね2ページいっていただきましてですね こちらですね、えー、ミクロ経済学の全体像と、えー、それが体系というふうに書いておきましたけれどもやっぱりですねどの科目でもででもすね全体像ここを捉えていいたただきたいんですよ、えー、まあ私民法は分かりませんけど会計だったら分かりますんで、えー、申し上げておきますけれどもやっぱり体系ですねそこを押さえとかないと今何をやってんだろうということでそんな状況だったら答案、あのー、論文書けませんよはっきり言って。なので全体像を押さえてそして、あのー、そこからこうなんていうかな あのー、しっかりと勉強していかないとだから森に入るのに地図がなくて入っちゃったら迷子になっちゃうというのと同じで勉強する際にもですねきちんと全体像を抑えるとだからこれは地図に該当するものですよ全体像を抑えるっていうのは地図を把握するっていうことですねでそこを押さえないと迷子になってしまいますんで学問という非常にですねもうジャングルですよはっきり言って。 ねえー、ジャングルに入るわけですからそういったある程度の全体像を把握してこないとですね何やってるのかさっぱりわからんということになってしまいますんでまずは全体像を抑えるとこれはどの学問でも共通していいるかなという,ふうに思いますねだからやっぱりねあの一番初めがつらいっていうのは先ほど申し上げましたけど全然努力しても成果が出てこないということであの、えー、申し上げましたけどやっぱりねこの1 一回一通り勉強した後もう一回そしてもう一回そしてもう一回って何度も繰り返していくわけですね勉強っていうのは。だから反復こそ、えー、勉強の基本だと、えー、学習の基本だということを私申し上げましたけど反復が大切になるわけなんですよ。でその際に、えー、その反復していくとですね 今まで分かんなかったところがどん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 分かるようになってくるわけですね。あの1回目一巡したときに見えなかったところからもう一回やってみると今まで勉強してなかったところも勉強してもう一回見ますから。 あの理解が深まってる状況でもう一回やりますからあの1回目やっっったた時にに分かんなかかななところが分かるよようになっていくんですよだからどん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 勉強を進めていくとですね私昔よくちっちゃい頃パズルが好きでねなんかその1,000ピースとか,なんか2,000ピースとかのパズルをねバカみたいに何であんなのやってたんだろうというふうに思いますけどなんかこう作ってたことあったんですけどパズルってやっぱりこうどん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 埋まっていくわけですよねだから勉強もあのイメージだなっていうふうに思うんですよ。 何度も繰り返していくとどん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 今まで分かんなかったところがピースがだんだん埋まっていってで何度も何度も繰り返していくとえ全部ピースが埋まるというようなそういった状況になるわけなんですねで全部ピース埋まる必要はありませんはっきり言って合格答案をかければいいんですから金メダル取る必要ありませんから金メダル取ろうという勉強をやっちゃうと時間かかりすぎます本当にいっぱい時間取っちゃいますよ。 だから司法試験はね大体8000時間とかっていうふうに言われてるんですよでプロになるためには1万時間というふうに言われてるんですねだから私なんて大学大学院と経済学どっぷりやりましたんでやっぱり1万時間だと余裕で勉強してますよだから経済学を極めようとしたらもうそれぐらい必要なんですよはっきり言ってでだからあの、えー、極めようっていうふうに思っちゃいけないですよ金メダル取ろうっていうふうに思っちゃいけないですよ350時間で乗り切ろうっていうふうに思ってくださいよだからトータルで2500時間 トータルで2500円時間これうまくねそれを活用していくってことですねだから振り分けていく2500時間のうちの350時間を経済学に当てるとで、えー、まあ350時間しかはっきり言ってないわけなんですよはっきり言って無駄なことできないですよマニアックな話なんてできないですよ350時間しかないんだったらね1万時間あるんだったらマニアックなお話できますよいっぱいなので絞り込むというね、えー、そういうの発想ですねそこを、まあ、あの間違えてしまいますとどうしても勝てないと。 時間がかかってしまうというふうになってしまいますのでやっぱり戦略方法ここは大切かなというふうに思いますねだから戦略とか方法論を間違えてしまいますとね努力が無駄になるんですよ私は無駄な汗かいてほしくないんですはっきり言って だからあの汗のかき方っていうのがとても大切ですね。だそれが予備校だと思ってるんですよ。それを学ぶところが予備校だと思ってです、ね、私はもう十何年見てますから鑑定試験ねずっと試験問題、えー、研究してそれであの答案練習会も作ってますんでだから汗のそのかき方受かるための汗のかき方無駄な汗はかいてほしくないんですはっきり言って。ね、同じ2500時間使ってもですね無駄な汗をかいちゃうとそれが結果に結びつかないんですよね。だから例えば 東京から、ね、北海道に行こうと、ね、例えば歩いて行こうと、ねえー、したと、ね、でいっくらあのものすごく努力、ね、して、えー、北海道に歩いていけばですねいずれ方向さえ間違えてなければ到着するじゃないですか方向さえ間違えてなければねだけど方向間違えちゃったら九州行っちゃうじゃないですか北海道じゃなくてねだからあの努力の方向、ね、汗のかき方これってとっても大切だと思うんですね。 だからその戦略方法論のところで間違えてしまったらいくら努力してもですね勝てないということになってしまうんですよそうなってもらいたくないんですよねですからまあ金で時間を買うということで予備校の講座っていうのはあるのかなっていうふうに思いますんでだから間違ってもですねその広げすぎない絞り込むと、まあ、そういったスタンスでですね勉強を進めていただければなと思いますねでは えー、中身の方に行きますけれども、えー、体系ですね、えー、まず経済学というのは、市場というところがとても大切なんですね、で市場というのはとても大切なんですが、あのーまあ、要は取引される場所ですね、ものが取引される場所、じゃあ誰が取引するんですかということなんですけれども、まあ、市場というのがまあとても、あのー、経済学で大切な場所ですね、ちょっと大切な場所なんで、マーカー入れておきますね。 じゃあ市場に登場する人っていうのは誰ですかっていうと、まあ消,費者ですね、消費者、それから生産者ですね、この2人が出てくるわけですね。 消費者という方々がいて、そして生産者という方々がいて、市場というところで出会ってですね、消費者が生産者から物を買うんですね。えー、生産者は消費者に物を売るんですね、えー。この取引される場所がですね、マーケット、市場と、えー、まあマーケットっていうふうにも言ったりしますね。市場っていうふうに言うんですね。取引される場所。これを市場というふうに言います。で、まあ消費者のことを家計っていうふうに言ったりしますね。家計っていうふうに言うのかなか。家計というふうに言いますね。で、生産 消費者のことを企業っていうふうに言ったりしますね。ね、消費者っていうのは目的があるんです。ね、消費者っていうのは目的がありましてね、ちょっと色をつけていきましょうか。せっかくですからちょっと色を分けていきますけど、紅葉最大化ですね。 消費者っていうのは、満足感をですね、効用というのは満足感ですね。満足感を最大化するっていうのが、消費者の目的なんですね。消費者というのは目的があって行動するんです。ね、消費者というのは目的があって行動するんですけども。その目的って何か、効用を最大化するということです。効用というのは何か。 用というのは満足感です満足感を最大化するように消費者というのは行動するんです家計というのは行動するんですいいですか一方で生産者企業というのはやっぱり目的があるんです行動するわけなんですけど目的があるんですどんな目的が利潤最大化なんですね利潤最大化ということでありましてこれがまず行動するための目的がですねそれぞれの経済下にはあるんだよということですね じゃあ皆さん消費者っていうのはどういった行動を取るのかとていうと3つ行動があります。でこれを早速第1章で勉強していくことになるんですね。じゃあ3つの行動ということなんですけど何ですかっていうことでありましてえまず1つ目ですねこれは消費という行動ですね消費という行動を取るんですね消費という行動で消費っていうのは、えー 財というものを需要すると財というものを需要するということですね「財・需要」というふうに書いておいていただければと思いますね。目的があって「効用最大化」という目的ともとに行動するどんな行動か消費という行動労働を供給するという行動貯蓄という行動3つあるわけなんですけども、えー、消費という行動を「効、まあ、用最大化」ね えー、という目的のもとにするんだと。で、消費っていうのは要は財を需要するってことですね。財を需要するということに他なりません。ですか。じゃあ皆さんね、財を需要するということなんですけども、えー、まあ、要は消費する、需要するということなんですけども、金がかかるじゃないですか。 ただでで消費できませんコンビニに行っておにぎりを買いますサンドイッチ買いますで飲み物を買います金払うじゃないですか金が必要なんです消費をするってことは財を需要するってことは金が必要なんですつまり我々は金を稼がなきゃいかんと、ね、世の中にはいるかもしれませんね、えー、遺産相続で財産がっぽりとあるいは宝くじ買って。 あの当たたっっちゃったとそういうまあ幸運な方がいらっしゃるかもしれませんけどもだ要は働かなくても金がある方がいらっしゃるかもしれませんけど通常物を買うには金が必要だとでその金を稼がなきゃいかんということですねつまり金を稼ぐというのは何かと経済学では労働供給というふうに言います労働力自分の持ってる消費者の持ってる労働力これを売っ払うこれを労働供給というふうに言いますね。で労働供給することによって、えー、金を稼ぐと。 だから資本主義市場経済っていうのがまあ我々がいるそのまあ経済なんですけどもあの資本主義市場経済っていうのは我々の持っている労働力を売っ払ってそれで金を得てるっていうねことになりますねでその金を使って金を,金をね金で商品を買うと財を買うとでさっき商品っていうふうに言っちゃいましたけど経済学ではその商品のことを財ということまでよく表現しますのでまあ財というふうに言って頂ければと思いますね よろしいですか財を消費すると、需要すると、そのためには金が必要だと、だからこそ自分の労働力を売っ払う、労働供給するんだと、で、金を稼ぐんだと。じゃあ皆さん、稼いだ金、全部使いますかっていうと、そういう豪快な方も中にはいらっしゃいますよね。えー、月収30万円であると 稼いだ金、ね、全部自分は消費に回すんだとそういう豪快な方もいらっしゃるかもしれませんけどやっぱり貯めるじゃないですか、まあ、最近ねあの国が2,000万円ないとちょっとあの老後厳しいよということを言ってなんか大問題になったこともありましたけどもやっぱり蓄えよという時代になってますすよよねですから、えー、蓄えようっていうこともあのなされるわけなんですよ消費者家計はね、えー、そういうふうに考えるわけですね蓄えようとも考えるわけですよ。 えつまりまあ30万円稼いでるのであればうん20万円は使っちゃうとでも残り10万円は貯めようとねそれを貯蓄というふうに言うんですね経済学ではえ労働供給によって金を稼げますね例えば30万円稼ぎました稼いだお金の20万円ね3分の2は消費に回します残りは貯蓄だと3分の1は貯蓄だということでえ貯蓄というのは金を貯めることということになりますね。これはは経済学では 資金供給っていうふうに言ったりしますね。資金供給ですね。資金供給というふうに書きましたね。 だから需要と供給っていう言葉が経済学は大好きなんで消費とか貯蓄っていう言葉でも全然いいんですけども、えー、消費というのを需要という言葉で表現すると、まあ、財需要、ないしはもう需要という言葉だけで言っちゃったりしますねあるいは貯蓄っていうのは、まあ、供給という言葉を使うとですね資金の供給資金供給ですねですからこの消費者家計っていうのは一貫して雇用最大化っていう目的のもとに行動するわけなんですけども、えー、財を需要するというね 立場であり逆にですね一方で労働力を供給する立場資金を供給する立場っていうね供給者でもあるんですねいいですか。消費者っていうのは財は重要しますだけども一方で自分の持っている労働力を供給するとそして自分の持っている資金を供給するという一方で供給者でもあると いうところですねだから需要する一方で供給もするとこれが消費者家計です供給する側でもあるというところも押さえといていただくといいかなと思いますね。で一方でマーケットでこの消費者と生産者が出会うわけなんですけど出会って取引をするということなんですけどもじゃあ生産者ですね企業ですね彼らの目的は利潤を最大化するということなんですけどここで1点ちょっと申し上げておきますがあの利潤という言葉なんです。 利益という言葉ではありません、まあ、経済学でも、まあ、若干ですね利益という言葉を使う場面もあったりするんですが基本的に利潤ですね、えーまあ、実は「利潤と「利益」っていう概念はちょっとずれるんですけども、まあ、試験にはあの関係ありませんのであのそれはもういいです。 ねえー、ちょっと違うところがあるんだなとそれぐらいで構いませんだからそんなところまで考えちゃうともう時間かかっちゃうと短期合格できないということでだからそういったところはもうバサッと切るというふうな思い切りが必要だと思いますねまあ若干違うんですはっきり言って利益と利潤ねだから会計っていうのは利益ですよね、えー、売上高から売上、えー、原価を引いてね売上総利益売上総利益から販売費及び一般管理費引いてですね営業利益営業利益が営業外収益と営業外、えー、損益を加減、えー、加算減算してですね それを経常利益出してで特別利益特別損失やっぱり加算減算して当期準利益出すということで利益という概念が会計学では大切じゃないですか利潤使いませんよ経済学は利潤なんです。まあ、若干、ね、最近の会計学ってね ここんんなこと言ったら怒ら怒れれるかもしれませんけどあのやっぱり経済学の影響をすごく受けててですねで会計基準というのは今 ASBJ というねあの企業会計基準委員会というのがあってそこで会計基準を作ってるわけなんですけどもそこで作られてる言葉の中に利潤ってたまに出てくるんですよねなので、まあ、会計もやっぱり経済の影響を受けてっていうことで結構利潤という言葉を使ったりするんです使う場面もあったりするんですけどもまあ基本的に会計というのは利益ですよ利益という、まあ、最近だったら包括利益という概念が大切になってきてるわけなんですけどもまあいずれ れれにしてても会計は利益とという概念がメインで使われていると経済学は利潤であると、まあ、そこのところはしっかりとまず分けていただく必要があるかなというふうに思いますね。でね、えーまあ、論文式試験ということで書けなきゃいけないということなんですけどやっぱりね言葉大切ですで論文式試験だから例えば日本語ね「テニオ派」だとか、ね、あるいはそうですね「うん同音異義語」を間違えちゃっただとかそんなのあったらですね 手におはどうか労働労働動音義を間違えちゃったらまあ減点されるかもしれませんけどまあそこまでねあんまり厳しく見ないんじゃないかなっていうふうに実は思うんですよ。ね、誤字脱字脱だらけの答案だだったらねそれは限定されさるでしょうだけど1箇所ぐらいだったらそんなに限定されないんじゃないかなっていうふうに実は私は思ってるんですね。で何が言いたいのかっいうと専門用語の間違いそれしちゃったら限定ですはっきり言って、ね、専門用語で間違えちゃったらそれは減点ですはっきり言って。 だからあの専門用語はきちんと書けるようにしましょう特に専門用語の同音異義語ですね例えばこれやりませんよこれ今日はやりません私の後発講座でやります具体的には総ざらいという後発講座でやりますけど非対称情報という言葉がありますね対称って同音異義語じゃないですか対称という言葉っていっぱいあるじゃないですか対借対称表の対象っていう言葉それから非対称情報の対象という言葉これ違います同音異義語です対称っていうのは同音義語ですよ だからね例えば「貸借対照表」の「対象」という言葉を間違えてしまったあるいは「非対象情報」の「対象」という言葉を間違えてしまったこれ大原点ですよはっきり言って専門用語ですから専門用語の間違いっていうのははっきり言って命取りだと思っていただければとねでそれに対してまあ多少の 別に専門用語じゃないところで日本語をちょっと間違えちゃったというのであればまあそれほどうーん私はそのあんまり限定されないんじゃないかなというふうにちょっと思ってるんですねだから要は何が言いたいかというと専門用語の間違いというのはやばいと危ないと危険だということでそこをしっかりとあのなくすということをしていただきたいかなとつまりちゃんと書けるようにということですね。いいですか あのはっっきり言て私はねいの一時も経済学だけあの皆さんの答案は私が基本的に全部採点するんですよだかそれは本当に大変なんですけども一時会計学もですねお前がやれみたいなことだってしょうがねえなと思ってやってる時あったんですけどもあの経済も会計もやっぱり5時ねあります。 でやっぱり専門用語の誤字これはねやっぱりね見逃せないということでよくコメント欄にコメントいたしましたけどもあのやっぱりねその辺はまだ皆さん論文というのは書く段階にはありませんけどももう今の段階からちょっとねイメージして、えー、勉強ねしていただきたいかなというふうに思いますね。 では、話戻しますけれども、利潤最大化ということでありまして、生産者、企業ですね、まあ、生産者っていうぐらいですから、生産という行動を取るということなんですけれども、これは利潤最大化する目的でね、生産というのは、供給という言葉を使うと財供給です、財を供給するということですね。消費者が欲しい、財を供給するんだと。 これを生産と言うんだということですね。じゃあ生産するためにはですね、何が必要かっていうと、あの二つ必要なものがあるんですよ。二つ必要なものがね。でまず一つ目が労働力なんです。労働力が必要であると。ですから生産者っていうのは物を作るために労働力が必要なんですね。まあ工場をイメージしてくださいよ。 まあ私自動車メーカーいすゞ自動車っていうねトラック作ってるメーカーにいましたけどあの私は工場もちょっと長かったんですよ原価計算っていうねだからまあ会計あのお前が担当しろっていうふうになったのはずっとあのサラリーマン時代会計やってたんでだからあの原価計算だとか財務消費を作るっていうことやってたんでだからそのお前が会計やれよみたいなことでレックで始め会計の収録から入ったんですけどもまあちょっと置いといてですねだから工場に私結構いたんでねえ物を作るって言ったらやっぱり労働力がとっても大切であると。 S 労働者って大体8,000人の企業なんですけども連結だったら2万5,000人ぐらいいるんですけどもやっぱりその2万5,000単体だったら8,000っていうね、えー、7500とかそれぐらいの人数で物を作っていくということですねですから労働力これが必要になってくるということですね労働力がなければ物を作れば作ませんよじゃあ労働力が必要だからということで労働力を需要するということですねだからこれ対照的になってるんですよ それこそ対照的になってるんですよ消費者は財を需要します消費します一方で生産者が財を供給しますで、消費者が労働力を供給するんですけど生産者は物を作るために労働力を需要してるんですねですから生産者っていうのは供給するそういった経済主体というふうによく思われてますけど需要する経済主体でもあるんです一方で 生産者っていうのは財を供給しますからもちろん供給する経済体ですよですから一方で労働力は需要する経済者なんですよねいいですかねだからその,あの一方で需要してるんだとそして物を作るっていうことは労働力だけではできません、ね、工場設備がないといけないんですねですから生産者っていうのは設備投資これ設備ちょっと入れておきましょうか、えー、どううしようかなえっと これさ、ちょっと、えー、設備ですね。設備ってちょっと書き足しといていただければと思いますね。あの投資って言うと、まあ金融投資とちょっと間違えちゃう方がいらっしゃるかもしれません。あののでちょっと設備投資ってちょっと入れましたけども、あの経済学でね、投資というふうに言ったらほぼほぼ設備投資です。ミクロ経済学、ないしはマクロ経済学で投資というふうに言ったらほぼほぼ設備投資です。 ですから、投資っていう風に言ったら設備投資をイメージしていただければと思いますね。だから金融投資とかそっちはあまりイメージしていただきたくないです。 株式投資金融投資の時に、まあ、世間一般でいうと投資って言うとそっちかなとよく貯蓄から投資へっていうことで貯蓄から投資への言い方は意味は貯蓄というのは貯金しようっていう、まあ、銀行にお金を預けるってことですねで投資っていうのは株式を買うだとかそういった意味合いで使われてますよねだからよく、えーまあ、2015年ぐらいですかねちょっとニーサとか流行った時ですかね2013とかがニーサが流行った時とかあの辺ぐらいの時は貯蓄から投資へとかってよく、うん、言われたのかな。えー えー、そういうい言葉ありましたよね貯蓄から投資であ,のあの文脈で使う投資っていうのは株式投資とか金融投資なんですでミクロ経済学とかマクロで使う投資っていうのは設備投資なんですねそこのところをよくまず押さえておいていただければと思いますねで設備投資っていうのはこれは資金を需要するってことですね資金需要と。 えー、設備投資というのは資金を需要するってことですね。で設備ってものすごく高いんですよ。えー、工場を作る機械を、えーえー、あの買ってくる非常にお金がかかりますね。非常にお金がかかるんで、えー、お金をですね需要する立場なんですね。借りてきたお金で、えー、生産者は設備を購入するんです。 あるいは株主の人に出資してもらったお金で設備を購入するんです。つまり、資金を需要する立場、これが生産者なんですね。でじゃあ、資金を供給する立場はというと消費者なんですよ。消費者が資金を供給し、そして生産者は資金を需要するというね、そういった立場になってるわけですね。で、これが生産者であると。 じゃあ、えー、今度はこの次なんですけど取引される場所がマーケットであると取引される場所がマーケットなんですけどもマーケットにはね実は2タイプありまして、えー、まず1つ目なんですけどもあごめんなさい、えー、っとこ,こ,ここがねまず、えー、っと第1章ですね第1章で生産者が第2章で3で完全競章というふうに書いておきましょうか。 市場にはあの競争が完全になされているタイプの市場完全競争市場というのがあるんですねで市場でもし競争が完全になされているような状況があるのであれば実はこうなんです、えー、最適資源配分が実現するとでそもそも市場で価格が決定しますよということですね、えー、ミクロ経済学で重要な概念価格というのは市場で決まるんだとそしてもし この市場のタイプが完全競争というタイプの市場であれば実は最適資源配分が実現すするんですよとつまり完全競争という状況であれば市場ないしは価格のメカニズムによって資源配分が最適効率的な状況が実現するんですよとそういったお話なんですねいですかね。 えー、完全競争という言葉今はまだはよく分かってなくて結構なんですけれどもあの非常に重要な言葉ですからあそんなところなんかも押さえておいていただくといいかなと思いますねでは、えー、とこれがね、えー、市場がうまく機能した場合と多いうことになるわけなんですけどうまく機能しない場合も出てくるんですねそれは何かなっていうと,、えー、と市場の失敗というところにねちょっとマーカー入れておきますけれども。 えっとこの不完全競争、えー、これが不完全競争がこれが第四章ですねで市場の失敗が第五章ですね。 消費者が1勝生産者が2勝で完全競争というタイプの市場が第3章で不完全競争というタイプの市場が第4章そして市場の失敗というのが第5章で市場の失敗というのは何かなと,とマーケット市場がですね最適な資源配分を実現することに失敗してしまうこれを市場の失敗というんです。 市場の失敗っていうのは市場マーケットが最適資源配分を実現することに失敗してしまうこと例えばこういったものがある不完全競争も市場の失敗の一例なんです完全競争が実現しているマーケットだったら最適資源配分が実現するんですよで、こういった完全競争という状況が実現していない場合は最適資源配分が実現しないんですね でこの市場が最適資源配分を実現することに失敗してしまうこれ市場の失敗というふうに言うんですけど代表的な例あるいは原因が不完全競争あるいは公共財外部性、費用低減産業非対象情報不確実性というのがありましてこの非対症情報不確実性まではこの合格基礎講座で扱います非対象情報不確実性とといいいううのは後発講座、座総ざらいという講座でやります。 私あの今週の土曜日総ざね2020向けの総ざれやるんですけどもあの収録はもうとっくに撮ってるんですけどライブ講義でね水道橋でライブがあるんですけどもあのやりますけど、まあよううん、だから今2020と2021が同時にこう走ってて。 えー、だからちょっと私もね2021ってちゃんと言わなきゃいけない言わなきゃいけないということでもうなんかこうあの、えー、出だしねちゃんとこうあの紙を見ながらね2021合格基礎講座というふうにちゃんと言いましたけどねなんか去年ちょっと2020というふうになんか言い間違えちゃったかなんかあ2019って言い間違えちゃったなんかなんかでちょっと問題になっちゃったんで <laughs> あのちょっとねあの同時に走ってるからなんかどっちがどっちだか分かんなくなっちゃうんですね。だからちちょょっっととねあのこ今日はちょっと ちゃんんと読んでねあの申し上げましたけどちょっと話戻しますけど、えーまあ、いずれにしても、えー、とこういうね市場の失敗というのがあるとじゃあ市場の失敗というのは最適資源配分を実現することに失敗してしまうということなんですがほったらかしにしていいのかと最適資源配分が実現しないほったらかしにしていいのかとょっとやっぱりダメだっていうことで、えー、もう一つの経済主体である政府がですね市場に介入してくるってことですね市場介入ですね。 市場に介入してくるわけですね政府が市場に介入してですね、えー、まあ要はじいい状況にしようっていうことですねだからまあ例えばうーん そうですね昭和1960年代なんかはその環境問題公害、まあ、問題というのが出ましたので、まあ、やっぱ政府の規制が強まりましたよねだから私がかつて言っ自動車メーカーの自動車業界であればやっぱり昭和40年代ぐらいからですね自動車の排出ガス規制というのがなされてですねマーケットに要は政府が介入して、えー、そのエンジンでエンジンジ作る際にですねあんまり排出ガスが多いやつ作んなというそういった規制ですね政府の市場への介入ですよそういうのも強めてきたと。それはなぜかっていうと、えー煙 なんか出てですね公害問題で人々の健康が害されるんだったらそれは資源配分が最適になされてないっていうことで政府の介入っていうのがどん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 ,どんですね、まあうん、なされてくるわけですね。だから政府のの介入っていうっでまあ,あるとということですねで、まあ、だから政府の介入っていうのはこの市場の失敗があるからだということなんですけどもう,もう少しね違う表現で言うとこうなんですよ。えー、根拠ですね効率的資源配分ですね。 効率的資源配分、これをね実現するということでね。で、あとここですね、配分にちょっとん点を打っておきましょうかね。配分ですね。効率的資源配分、効率的資源配分の最適資源配分、同義語です。効率的と最適っていうのは経済学では同じ意味です。で、配分という言葉ね、そこに気をつけていただけるわけですね、えー。資源配分を無駄にしないと、えー、それをそのために政府が介入するんだと。 公害なんか巻き散らしてたらですね、健康害されて大切な労働力これがあクタクタになってしまう、悪くなってしまうと体調が悪くなってしまうということで、まあ政府の介入っていうのがまあ出てくるわけですね。効率的資源配分がこれを実現しようという目的なんですね。根拠なんですね。でもう一方でねこれもあるんですよ。公平的所得分配で分配に点を打っといていただければと思いますね。分配ですね。 公平的所得分配ですねだからあの資源配分に無駄があっちゃいけないだから政府が介入するんだとマーケットに介入するんだっていうのがこれが1点であともう一つは政府が介入するあともう1点なんですけど公平的所得分配ですね要は格差社会が広がらないように、ね、例えばうん金持ちから税金いっぱい取ってあんまり金稼いでない人は税金、えーえー、低くしてないしは補助金上げたりしてっていう。 これがあの公平的所得分配ですね。これを実現するために政府が介入する。 だから1970年代なんかはですね最高適用税率所得税でいうと75%ですよ今45%です最高適用税率ねだから70年代ないしは80年代ぐらいまで続いたと思いますけれどもビートたけしさんなんかがね漫才ブームの時大体なんか年収が200億あったと本当かどうかわかりませんけど彼がテレビで言ってたんですが200億あったとで180億ぐらいなんか取られたみたいなことを言っておりましたけどやっぱあれは最高適用税率が75%の時でまあそれでい もう180億円ちょっと高いなって思いますけど、あのまあ高い時だったっていうね、えー、ことですよね。だからそれは何かちょっと公平的所得分配ということで、たけしさんのようないっぱい稼ぐ方からいっぱい取って、でそれで所得の格差をなくそうっていうね。やっぱり格差社会があるとですね、やっぱり問題が生じるんですよ。 テロとかね、そういうのが起こる可能性あるんですね、えー、かあいつは金稼いでると俺は貧乏だとクソみたいな感じでテロが起きかねないということですねで、テロなんかが起きると国としてははっきりマイナスなんですよなぜマイナスかね、テロが起こったら街に出ますか人が、ね、テロが起こったら買い物に行きますか行かないですよ危ないから そうすると売れないじゃないですか物がそうすると経済悪くなるんですねだから所得格差が広がってテロなんか起きちゃうとですね、えー、景気が悪くなっちゃうんですよねなので、えー、その格差を広げないようにっていうことで所得の再分配政策まあ、つまり公平的な所得分配っていうのを実現しようと思って政府の介入っていうのがあるわけなんですねただこれ難しいですさっきり言ってね。これ非常に難しくてあまりにもやりすぎちゃうとやる気なくなっちゃうんですよだから75%の 最高適用税率から今45%です下げてるんですなぜ下げたのかやる気をな,なくしちゃうんですよあまりにも金持ちをいじめちゃうとねですからまあ、最近だったらね80年代とか70 5 7年代だったら国籍を変えるっていう人はあんまりいなかったかもしれませんだから今だったら国籍変えちゃうっていう人いるかもしれないですよね じゃあもっと税金の安いシンガポールに行っちゃおうかなと俺はアメリカ人になっちゃうかなってことで、えー、国籍変える人出てくるかもしれないですよ。それ非非常常にに優秀な人材が国、えー、国外流出してしてて、ままって非常に国益を損ねますよね。すよですから、まあ、格差社会というのは確かによくないんですけどもやりすぎちゃうとですね非常にちょっと問題かなということですね。 私は会ったことないんですけど同じ三鷹市出身としてね私あの東京都の三鷹市というところ生まれは武蔵野市なんですけど三鷹市出身で,、えー、で同じね学年で会ったことないんですけどね あの同じ三鷹市出身であのグリーのね田中さんという方がいらっしゃるんですけどあの方なんかはねもう本当に一時ですね日本人の中で5位まで資産総額が膨らんだ方で43億円ですよ一時ね今はそこまでないんですけども43億円も資産を持っていたということでだから当時の為替レートで100円相当円高の時だったと思うから100円で換算しても4,300億円ですからねそれ以上あったと思いますけど今はもっと少ないんですけどもだから私はね でも、ね、その田中さんにとは会ったことはありませんけどやっぱりねあのそういう金を稼ぐ方がいてもいいてもと思うんですよねでなぜそういうふうに思うのかっていうとやっぱり努力の結果金を稼いでるっていうそれがあればそれを認めてあげないとじゃあ誰が努力しますかってことになるわけですよ。だかららももちろん税金は払ってもらいますだけどもやっぱり金を稼ぐことを許さないとですね努力し,しなくなりますよ。ね 努力してもしなくても一緒だっていう風になったら誰が努力しますかしませんよね。そうしたら経済がつまんなくなってしまいますよねだから社会主義が衰退した理由っていうのはそれなんですよ公平をあまりにも重視した結果努力する人がいなくなっちゃったということですねだからアメリカとか日本とかやっぱ資本主義市場経済っていうのは努力して金を稼いでどうぞどうぞと ただし税金払えよと。だけどそれ払えばどんどん稼いでいいよということですよね。それによってまあで要は人参ですよ。人間人参ないとダメですから。あそれが資本主義市場経済でだから私はねそれはあの悪いことではないと思ってるんですよね。 だからあまりにも金持ちいじめすぎるとそ,それは、まあ、だから公平的所得分配を実現するためにはやっぱり金持ちから税金をいっぱい取るっていうのが必要なんですけどやりすぎちゃうと怖いということだからその安排が非常に難しいですだから公平的所得分配というのは一言で言うと簡単なんですけど実は難しいですそれを政策に落とし込むとしたらね非常に難しいんですけども理念としては公平的所得分配というのは必要ですねやっぱりねだけどやりすぎちゃうと良、うん、くないということで非常に難しいです、ね それやらないとテロとか起きちゃいますので非常にそ,のそれは防がなければいけないということであの非常にあのやるべき政策ではあるんですけど非常にどこに線を引くかと45%所得税率にするのかあるいは昔みたいに75%にするのかどこにこうね持っていくのかそれは難しいですよねあまりにもやりすぎちゃうと誰,がね誰もやる気をなくしてしまうとそういうつまんないね世の中になりかねないということですね。 すいませんちょっと時間がかなり来てしまってますんでここで一旦ですね休憩ということになるかと思いますけどもだいぶ時間来てしまいましたんで一旦ね休憩取らせていただきますどうも皆さんお疲れ様でしたはい、えー、それではですね講義を再開させていただきますえっとですね 先ほどですね2ページのあのミクロ経済学の全体像というところねお話しさせていただいたんですけどもちょっと1つね、えー、補足ですねでその補足もちょっと大切なんですけどもここですねもう1つ経済しはいるんですよ。えー、あーごめんなさいここねえっとちょっとごめんなさいねあ間違えちゃったなピンクですねピンクだったですねちょっとちょっとごめんなさいね。 えます、ねえーまあ経済死体ちょっとピンクでちょっと塗ったんですけどでごめんなさいねこれちょっとここ黄色を足せば同じ色になるかなちょっと黄色を足してちょっと黄色をこう足せば同じ色にちょっとなるかなというふうに思いますけどもごめんなさいねちょっと、えー、こうしときましょうかもう一つね経済主体がありましてすいませんちょっとい色ちょっと間違えてしまいましたけども。 もう一つ経済主体が、ね、ありましてですね海外という経済主体が実はねもう一つあってですね先ほどの話っていうのはマーケットで消費者と生産者が取引をし彼らは紅用最大化と利潤最大化という目的を持ってて取引をするんですけども完全競争という状況であれば、まあ、問題はないと。 だけども市場のの失敗っていううが起きちゃうとですね、問題が発生するんで政府というまた違う経済主体が市場に介入してですね、あの世の中をうまく回そうとしてるわけなんですね。でここまではね何の話なのかっていうと、えー、あれですね国内の経済の話です。国内の経済の 一方ででですすねねこの人たちもいるんです、ね、海外の人たちね海外の人たちというのもいてですね消費者とか生産者と、まあ、取引をするわけですね海外には海外のマーケットがあってね。なので、まあ、海外の人たちというのもいましてですねここもですね経済学ではとても大切だということでありまして、えー、この海外の人たちですね、うん、こんなのところなんかも、まあ、あのこれから勉強する必要があってこれが第6章ですね。こちらが第6章と 丸、ねえーまあ、6というふうに打っといて頂いければと思いますね。 だから今ね、ね海外との取引っていうのもとても大切でねだから私がいた石鈴自動車であればもうあの6割5分6割は海外で物を売っ払っているとトラック売ってるということです、ねでまあ日本の企業なんかはもう本当にホンダなんかもやっぱ8割ですよねそれから、まあ、例えばマブチモーターだとかそういったいろんな企業ですねもう9割ぐらい TDK とかあその辺、ですね TDK マブチモーターあとヤマハ発動機とかね ああとと村村田田ででですすねね製作所とかあの辺9割ですよ海外で、ね、だから円高に触れるとやばいということではあるんですけども、まあ、いずれにしてもだから海外との取引っていうのがとても重要でありまして今の日本経済ねだから国際経済学っていうふうに言うんですけども海外の、えー、その経済主体との取引これを考えましょうっていうのが国際ミクロ経済学国際経済学って言うんですけど、まあ、そんなところもやっぱりあのミクロでは大切なんで、えー、第6章でね扱うと。 この合格基礎講座でも勉強するということであります。ではですね、中身のところに入っていきますが、3ページですね、見ていただければと思いますけど。 えーまあ、算数、数学ですね、ちょっと先に勉強させていただきましてね、まず傾きという概念ですね、これ、経済学でとても大切なので、傾きですね、これをちょっと勉強していきましょうということでありまして。 でえー、とまず一番ということで直線の場合ということなんですけど、えーまあ、横軸に x ね、えー、取って縦軸に y を取りましてですね、まあ、中学生の時かなんかに勉強すると思うんですけども y=x+b っていう式があるじゃないですか y=x+b。でここのポイントはね縦軸が y ですよね縦軸が y。 Y イコール縦軸イコールの形にすると、えー、非常にいいことが多いんですね。なので必ず横軸が例えば X で縦軸が Y であれば与えられた数字がこの縦軸の Y イコールになってるのかなとそれをまず確認しといていただければなと思いますね。であともう一点なんですけどなんで傾きっていうのを勉強するのかっていうとあの先ほどね消費者と生産者ですね、うん、勉強いたしましたね目的何でしたか 消費者は雇用最大化生産者は利潤最大化ということでありましたけどその雇用最大化の条件用最大化が成り立てている条件をこれかからら明らかにしていくんですで生産者でいうと利潤最大化が実現している条件これを明らかにしていくわけなんですけど雇用最大化だとか利潤最大化という条件は実は傾きという概念これを使って表現していくことになるんですね経済学でね。なので あの傾きっていう概念をしっかりと勉強しないとですねあの経済学分からんということになってしまいますんで、まあ、これからですねしっかりと勉強していくということになるわけなんですね。では、えー、とその次ですねちょっと見ていきますけど、えー、この y= イコールの形にすると何がいいことあるんですかっていうと横軸 X にくっついてるやつこれがね傾きなんですね。横軸 X にくっついてるやつがこれが傾きです。 ですからあーこれが傾きで,で、残りの部分が切片っていうのはこの直線がですね直線がこの縦軸とぶつかってるところですねこれを切片と言いますこれが B なんですね。で、えー、傾きが A ですね,ねこの傾きが A。ね、だからか傾きが A っていうのはどういうことかっていうと1個増えると。 ね、x が1つ増えると、ね、a だけ上に増えますよと1個 x が増えると y は a だけ増えますよと。 これが傾きが A の意味合いいいでですすねか傾きが A というのは横軸が X で縦軸が Y ですけど X が1個増えたときに Y が A 個増えますよとこれが傾きが A の意味合いですね。いいですかだから Y=x+b プラスという、まあ、この式なんですけど縦軸が Y であるということで横軸にくっついてるやつが A でこれが傾きなんですね。で傾きの意味は X が1個増えた時 Y が A 個増えると。 そして切片というのはこの線が右この縦軸と交わっているところが B ですよというのがこの切片の意味合いですね。でこの直線の場合ってね傾きっていうのは y=x+b プラスっていうのは直線の式なんですけども直線の場合というのは例えばここが a 点でここが b 点で。 ここが C 点だとすると A 点でも B 点でも C 点でもね A 点でも B 点でも C 点でも傾きは A で一定なんです。ね、A 点でも B 点でも C 点でも直線の場合 Y =x+b っていうのは直線の式なんですけども直線の場合は、えー、どの点でも傾きは一定なんですね。傾きは一定になると。 で傾きっていうのは、ね X、が1増えた時、y、が何個増えるのかなっていうのを表してる傾きっていうのは X が1個増えた時、y、が何個増えるのかなっていうのを表してまして傾きというのは X X のののの増加量分の y の増加加量量分 Y で表現す,るんですね傾きっていうのは、X、が一旦に増加した時にどれくらい Y が変化するのかを表すと。これは X の増加量分の Y の増加量でありまして。 で増加量のことを、ね、増加分とか変化分とか変化量っていうふうに言ったりしますのでこれも覚えておいてください増加量増加分変化分変化量これもう数学の言葉ですけどねで一時増加量とか変化量とか書くのはめんどくさいんで、えー、この増加量を表す言葉これデルタって っていうのがあるんですねですからこの Δx 分の Δy っていうふうに数学では表現したりするんですけども、えー、この Δx で x の増加量っていうふうに読むんですね。Δy で y の増加量っていうふうに読むんですね。だから Δx 分の Δy っていうのが x の増加量分の y の増加量との表現しておりましてこれがまさに傾きなんですね。x が1つ増えた時のに y がどれだけ増加しますかっていうことでこの Δx 分の Δy っていうのは x が 1>, 1つ増えましたよ。と、その時に y がどれだけ増えるのかっていうのを表してるんです。デルタ x 分のデルタ y っていうのは x が1つ増えた時に y がどれくらい増えるのかっていうのを表してて、ま既、あ、に傾きを意味してるんですね。で、日本語の意味は x が一単位増加した時にどれくらい y が変化するのかっていうことで,でこれが傾きであって傾きというのは算数。数学ではデルタ x 分のデルタ Y で表現されて。 x が1個増えたとき y がどれだけ変化するのかというデルタ x ものデルタ y で表現されると。で直線の場合は必ずこのどの点でとっても一定になるわけですね。で一方でですね一方でえ曲線の場合ですね曲線の場合はね傾きは一定にならないですよ、ね。A 点の時の傾きっていうのはね A 点のとき接線引いてあげて傾きができますよね A 点の時の傾きとね B 点の時の傾き接線引いてあげて 傾き作ってあげるとこういう傾きで C 点の時の傾き傾きっていうのはどの点で取るるかによって異なるんですよですからこの直線の場合直線は式でいうと y=x+b で表現されるんですけども中学校の時かなんか勉強してると思うんですがあこの式だとどの点で取っても、ね、傾きは一定であると一方で曲線の場合は取る点によって傾きの大きさは違ってくるっていうですね違ってくる傾きの大きさが違ってる。 ただ傾きの大きさは違ってきますけど言ってることは同じなんです言ってることつまり例えば B 点の傾きですね B 点の傾きで B 点の傾きを取りたい場合は B 点を取ってあげて接線を引くんですねで接線を引いてあげてで三角形作るんです。 で接線 B, B 点の時の傾きっていうふうに言われたら B 点のところで接線引いてあげて三角形作ってあげるんです。でそこで出来上がった傾きをそこで出来上がった傾きが、ねえー、接線の傾きなんですね。で、x、の増加量分の Y の増加量でここの傾きは表現できるんで、えー、ここの傾きがまさにデルタ x 分のデルタ y であると。 デルタ x 分のデルタ y ね。x が1個増えたとき、デルタ x プラス1ですね。x が1個増えたときに y がどれぐらい上がるのかな、増えるのかなと、これを表現しているわけで、この傾きというのがまさにデルタ x 分のデルタ y になっていると。で、えっとここもちょっとマーカー入れときましょうかね。うんと、えー、ここですね。 傾きで,すね、ですから、ね、ここもやっぱり X が1増えた時に Y がどれだけ増えるのかなと。 B 点の接線の傾きの意味合いなんですけど B 点の接線の傾きの意味合いは、X、が1増えた時に、y、がどれぐらい増えるのかっていうのを表してましてそれは数学の記号を使うとデルタ X 分のデルタ Y です。日本語で言うと、X、が1単位増加したときに X が1単位デルタ XX がプラス1増えたときに Y がどれだけ変化するのかで Y がどれだけ変化するのかつまりデルタ Y はどれぐらいなのかな っていうのを表しているそれが、えー、接線の傾きの意味なんですけど数学で一言で言うとデルタ x 分 y になるんですね。ですか,から取る点によって傾きの大きさは変わってくると取る点によって傾きの大きさは変わってきますよというお話ですね。で接線の傾きの補足なんですけども、ね、接線の傾きの補足なんですがあーこれですね。えー 変数っていうのは変化する数ですね。変数っていうのは変化する数ですね。変数の変っていうのは変数っていうのは変化する数です。だから x の値がねえ例えばあこれ何でもいいですけども、え。ー ね x 0というまあ、x の値ですね。まあ、例えば1でもいいですよね。x1 ね X1 ね。例えば10でもな何でもいいですよね。だから x の値というのは X 0という値を取ったり X 1という値を取ったり、100という値を取ったり1000という値を取ったりということで x というですね。数っていうのは変化するんです。ですから、x っていうのはこれ変数っていうふうに言ったりするんですね。で、y も同じです。 y もね y 一という数だったり y 二という数だったり百という数だったり y も変化するんです。だから x も y も変数なんですね。変数というのは変化する数のこと言います。で、この x 横軸の変数が一個増えたときに。横軸の変数が一個増えたときに。縦軸の変数が何個、何単位変化するのかな。これを意味してるのが傾き、接線の傾きなんですね。横軸の変数が一個増えたときに、縦軸の変数が何個。 変化するのか。これを表すのが表している概念が接線の傾きですで。数学ではそれをデルタ x 分のデルタ y というふうに言うんですね。これはもうしっかりと、えー、意味を理解し、そして、えー、アウトプットできるようにねしといていただければと思いますね。あの傾きという概念は非常に使うんですね。でなぜ使うのか。先ほど申し上げましたように効用最大化、内しゃ利潤最大化という経済学で特定も大切な行動する目的ですね。 この条件を表すために傾きという概念を使うということですから傾きという概念はとても大切であるというふうに思って頂ければと思いますね。ですから傾きしっかりと押さえておいて頂いければと思います。では4ページですかね。 効、えー、用関数というのをまず勉強していきますね消費者1ということで効用関数ですねで、えー、単純化しますまずで経済学のまず発想法なんですけどあの経済っていうのは先ほど申し上げましたように、まあ、あ生消費と生産の集まりこれが経済ですねでその経済現象といったもののからくり これを明らかにするこれが経済学なわけですよでミクロというアプローチ微視的なアプローチを通っていくこれがミクロ経済学ですねで価格がキー概念なんで価格理論というふうに言うわけなんですけどもあの経済学の根本的なそのアプローチなんですけど単純化して考えていきますあの消費者っていうのはね例えば日本で言うと、まあ、1億3000万人ぐらいいるじゃないですか中国だったら14億人ぐらいいるじゃないですか消費者が14億人ですよ世界でいうと80億人ですよ消費者がねですからいっぱいいると 財を購入する人はいっぱいいると、ね、いうことなんですけどもここではそこまで広げちゃうと大変ですから単純化して考えるまずは一消費者から考えていくこれがミクロ経済学の発想なんです微視的に考えていく80億人世界に広げると消費者がいるわけなんですけどとりあえず一人の消費者の動きを捉えていく一人の消費者がどういうふうな行動を取っていくのかこれを考えていく微視的に考えていくんですねそそしてて積み上げいいくとそういったアプローチを取るわけですね。 ではあーだから一消費者そして一財で考えていくんですね世の中にはいっぱい財がありますよねまあ、今私万年筆持ってますけどその、えー、ボールペンもありますしマーカーもありますしね、えー、いろいろあるわけですよだから一財じゃないわけですよ世の,世の中はねだけどもとりあえず財は一つしかありませんよっていう風に単純化して考えてですね一消費者一財で考えてるでだんだん複雑にしていくんです 2人消費者がいるケース、ね、2剤あるケケーーススあだんだん複雑にしていってじゃあ消費者がいっぱいいるケースだったらどうなのかな財が複数いっぱいあるケースだったらどうなのかなってだん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 ですね複雑にしていくと単純化しといてだん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 ,だんだん複雑にしていくこういうアプローチを取ります特にミクロでね。ですから単純化簡単かっていうふうに言ったりしますけど。 だから経済学っていうのは嫌なんだっていうふうに方いらっしゃるかもしれませんけどこれはもうそういうアプローチなんですね。だから一材しから一しないのと非現実的な学問ですねっていうふうに喧嘩を打ってくる来られる方いらっしゃるんですけども違うんですよ。それはは当初は一材で考えますけど どどんどん,どん,どん複雑にしていきますよ一般均衡理論というのがあるんですけど複雑にしていくんですよ。どんどんん財の数を増やしてって人の数数をを増増ややししてってて人ですからあの全然全然経済学というのはそのあの単純化しっぱなしじゃないんですけど入門の段階では入り口では単純化して考えるわけですね。でまあこの一財で考えていくこれは財モデルというふうに言います。 でまあ、一財モデルというのは何かなというと消費者がいてそして、まあ、居酒屋ですね居酒屋というのは言ってしまえば生産者ですね消費者に対して居酒屋生産者がいてとで居酒屋生産者はまあ利潤最大化を図るとで消費者は雇用最大化を図りますよとで一財モデルということで一財モデルにちょっとマーカーを入れておきましょうかね。 えー、よろしいですかね。 で一財モデルで考えていくわけなんですけど一財モデルってこういったモデルですね消費者が居酒屋に行ってビールを飲むんだと、ね、メニュー表を見て、ね、酒を飲むんだとでビール一品しかないというのが一財モデルですねこれちょっと厳しいですよね、えー。居酒屋に行ってビールしかないというと、まあ、初めの一杯は美味しいですけどビール10杯も20杯もね飲んでられませんから、えー、だからちょっと、まあ、非現実じゃ非現実なんですけどもそういうアプローチを取っていくと。で美的ににそういういアプローチを取っってててどどどどん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 積み上げていって現実の世界に近い 預けていくとそういうアプローチを取るわけですねで一材モデルで考えていくわけなんですけども えー、今度その次ですね、えっと、例ということで、えーまあ、ちょっと表を作っときましたけど、えー、消費者あー、えー、消費量ビールですね、えー、で高揚満足感ということでありまして、えー、対応関係をこう書いてあげてるわけなんですけど、えー、ビールの消費量がゼロの時満足感の水準も例えばゼロであると。 ビールの消費量が1の時1杯ビール飲んだら30の紅葉満足感が得られるとビールの消費量が2杯の時30に20上乗せされて50の満足感を得られると。 え3杯飲んだら満足感のトータルが60であると10増えましたということでまあこういう対応関係がですねえまあ映画枯れると例えばねでまあ紅葉っていうのはうん人の満足感主観じゃないですか主観だから点数化できるんですかっていうそういった議論があるんですけどここではやっぱりあの単純化してね便宜的に点数ができるというふうに仮定してですねえそれでまあ30だとか50だとか60だとかまあそういうふうに単純化できるというね。どどどどん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 消費量増やして例えば 五人増えたら、例えば、さらに付け加わ、満足感が付け加わって、トータルで七十になりますよと、まあこういうお話ですね。例えば、で、この対応関係ですね。これを数式に落とし込んだもの、これを広用関数って言うんですね。で、これは関数っていうのは言ってしまえば対応関係です。対応関係。関数っていうのは対応関係を表すんですね。広用関数っていうのは消費量と広用の対応関係です。 消費量と効用の対応関係を表しているのが効用関数ですね。消費量と効用の対応関係を表しているのが効用関数です。消費量がゼロの時、効用がゼロ。消費量が一の時、こそれに対応する効用が三十。二の時、それに対応する効用五十。三の時、それに対応する効用は六十。五の時、消費量が五の時。それに対応する効用は七十ということで。消費量と効用の対応関係を表しているもの。それを。 え雇用関数というふううふに言うんですねで、えー、これあの言葉の意味ですねんこの1番ということであのパワーポイント画面集におそらくくっついてるかなというふうに思いますけど回答が書いておりますんで後ほどですね授業が終わった時ないしは授業の前にですね書いていただいてもいいですしその辺も皆さんにお任せしますけど答えはおそらくパワーポイント画面集についてると思うんですけども、えー、それを見て、えー、それで記入していただければと思いますね。 で U っていううに表現ししたりますでっていのはあの経済学でえ経済学っていうか英語でユーティリティっていうんですね紅葉ね紅葉を U, U っていうのはユーティリティっていうんでその頭文字を取ってまあ U 紅葉を表してるのはユーティリティっていうのら U っていうふうに言ったりするんですねで FX っていうのは X っていうのは X 材の消費量ビールですねここでは X っていうのは X 材の消費量ビールですけども U っていうのは、ねえー、その U とこの,あの紅葉とですね ちょっとメモりましょうか、えー、っと紅葉が U ですねで消費量が X ですねこの X と U のを対応関係がある場合、ね、紅葉は、ね、紅葉は U に,葉は X によってもたらされてるんですねビールの消費量によって紅葉がもた,まもたらされてるとで紅葉用というのは X の消費量と対応関係があるんですねそういった場合 供用 U は x の関数であるという風に言われて、U イコール f 括弧 x っていう風うに表すんですね。供用っていうのは x 財の消費量のと対応関係があるんですよ。そういった場合、U イコール f 括弧 x っていうように言ったりするんですね。 ね、u は x の関数であるっていうのを数式で表現すると u=f イコール f 括弧 x っていうふうに言うんですね。F、っていうのは何で f 使うんですかって言うとあの関数をよく英語で言うとファンクションっていうふうに言うんですね関数を英語で言うとファンクションっていうふうに言うんでまあ f を使ったりするんですけど別に f を,使 f を必ず使わなければいけないっていうわけじゃないです。U U ををを使使使っっってててももももいいいいいいしし G 別に何を使ってもいいんですけども、u えー u、イコール ね、f かっ,こ x っていうふうに例えば書いて u は x の関数であるっていうふうに読むんですねで f は別に、えー、関数を表すファンクションを使うことが多いんですけども別に f を使わずに g とかそういうのも使っても構いません。で例えばあービール1杯飲みましたよとその時の満足感高揚が30であれば u=f= イコール f かっこ1 ビールの消費量が1位の時の満足感は30になりますよというふうにこういうふうにね例えば描かれるというお話ですね。では効用、えー、関数っていうのはですねあのまあうーん ビールの X と紅葉と X の対応関係を表しているわけなんですけどもそれが紅葉関数で U は X の関数であるというふうに言ったりするんですけども経済学というのは図式文書です数式 U=F=X こ,これやりました言葉の意味 U は X の関数である U 紅葉と X の対応関係がある場合それは関数となるということでそれが言葉の意味ですよねじゃあうんグラフはどういうふうに表現されるのかということなんですけど一般的にですね グラフはこういうふうに表現されますね。えー、6ページになりますけれども、横軸にですね、X を取るんです。ビールの消費量ですね。で、縦軸に満足感、紅葉水準を取りまして U ですね。で、このようなま O1、あ、型っていうんですかね、まあ、こういった形でまあ、通常、えー、ビールの消費量と紅葉の対応関係が描かれると。ビールの消費量と紅葉の対応関係が描かれるわけですね。で、例えばこういうことですよ。 えー、ビールの消費量がゼロの時、ね、横軸がビールの消費量、縦軸が、えー、満足感ですね。ビールの消費量がゼロの時っていうのは、満足感もゼロですよね。ビールの消費量がゼロの時っていうのは、満足感もゼロ。消費量がゼロの時、高さもゼロ。ね、ですから、ここに点が打ってあります。ね、で、例えば、えー、ビールの消費量が一の時。ビールの消費量が一の時、満足感が、ね、満足感が。三十なんです。 ですからこ1に対応して1に対応する満足感が30ですからここに点が打たれるですね。で一方でビールの消費量が例えば3の時っていうのは満足感が前先ほどね勉強しましたけどビールの消費量が30の時っていうのは満足感が60になりますから。 え3の時満足感が60ですよということでここに点が打たれるわけですよ、ねで。ビールの消費量が例えば5の時ですね、えー、5の時っていうのは先ほど見ましたけど70ですね満足感がですから70っていうふうになるわけですねだから5の時70に対応するってことでここに点が打たれるとで雇用関数っていうのはそのそれぞれのこの点ですね えー、ビールの消費量と紅葉の対応関係を表しているのが紅葉関数ですからあ紅葉曲線ですね、えー、それをあの紅葉関数をグラフに落としても込んだものっていうのはこのおそれぞれの消費量に対応する紅葉の点、ねえー、消,費に対応消費量に対応する紅葉水準の点を全部結んであげたものですねこれが紅葉関数になるわけですね。ですからね紅葉関数というのはこのような形で描かれるとおいうことになります。 そして公用関数なんですけどもえ2つ性質がありましてねまずこれですね消費の非法和の過程という過程性質ですねそれから限界公用低減の法則というねもう一つのま性質えこれがあるわけですねこういう性質がありますよということであります。 でえー、っとまず消費の不法和の過程ここまでやってちょっとねブレークを入れさせていただきますけどまず法和という概念ですねその下に書いておきますけど法和というのは、まあ、例えば胃袋なんかがいっぱいいっぱいになることコップななんかがいいいいっっぱぱになることをイメージしていただければと思いますね。飽和というのはいいいいっっぱぱにななる、ね、胃袋なんかがいいいいっっぱぱになることを意味するとだからあのいっぱいいっぱいにならないってことね消費の不法和の過程非法和の過程っていうのは法和を否定してるわけじゃないですか。 だから飽和といっぱいいっぱいになるってこと胃袋がいっぱいいっぱいになる、ね、コップがいっぱいいっぱいになるこれが飽和という意味だから不飽和ですからないしは非飽和ですからいっぱいいっぱいにならないってことです、ね、だから底なしってことです胃袋が底なしの状況を考えていただければですね ね、いくらでも底なしに飲めますよというのが消費の非法案のかという不法案のかですねいっぱいいっぱいならないと、ね、通常常識的に考えるとですね私だったら何杯飲めるのかなちょっと分かりませんけどまあ10杯ぐらいだったらビール飲めるじゃないですかだけど例えば100杯無理ですよね,ねええー、ワイン1本だったら開けられるかもしれませんけど10本無理ですよねですからあの無理っていうのがあるじゃないですかだけど えーまあ、つまり胃袋がいっぱいになるじゃないですかいっぱいいっぱいにならないっていうそういった過程これを置いて経済学というのは考えていくんですねいやこれも単純化ですよ単純化しないと議論ができなくなっちゃいますからいっぱいいっぱいにならないという過程でとりあえずやっていこうやとこれが消費の非法案の過程不法案の過程ですね。なら、まあ、昔ねアンドレサ・ジェーンって言ってプロレスラーがいまして残念ながら亡くなってしまったんですけども2二2 3の大巨人世界の大巨人っていうふうに言われてたんですけどもう彼をイメージしていただきたいんですよ。 えー、もうとにかく底なしですアンドレ・ザ・ジャイアントはもういくらでもビール飲めるんですよワインだったら30本普通に飲んでますから、えー、いっぺんねアンドレ・ザ・ジャイアントが飛行機に乗った時にですね飛行機の酒全部アンドレが飲んじゃったっていうそういったことがあったんですよですからもういくらでも飲めるとだからその消費の非法案のかて不法案のかでいっぱいいっぱいならないこれアンドレ・ザ・ジャイアントをイメージしていただくとですねいいかなというふうに思いますね。で、えー、っと、だからあー ですね、財の消費量が増加しますよと消費量が増加すると紅葉も高まるといっぱいいっぱいにならないから紅葉も高まるとだから x が増えると満足感 u も増えるとですから x が増えると u も増える x が増えると x が増えると u も増える, x が増える,増える x が増えると u も増えるということでだからこれね右上がりになるとね、えー、右上がりになるとねこういうお話ですね。 右上がりになるというのが消費の不飽和の過程から導き出される結論ですよね。よろしいですかね？ではですね。ええー、とキリのいいところかなと若干ですけどね。あの蹴、ー、り全然良くないですけど、若干ですけど蹴りがいいかなという風うに思いますんで、ちょっとブレイクをね。入れさせていただきます。はい、えー、それはですね。ブレイク終了ということで続きなんですけども。<laughs> 次は性質の2を勉強しますけど限界雇用定減の法則っていうのがあるんですけどもまず限界雇用定減の法則っていうのはそもそも限界雇用とは何ぞやというところから入らないといけないわけですから限界雇用という概念これを7ページで勉強していきますけど。 えまず限界雇用というねえ言葉ですねえ限界というのはマージナルっていうふうに言うんでマージナル M ですねで雇用というのはユーティリティですから今 U ですね MU っていうふうに言ったりするんですねで限界雇用って何かなっていうとこうなんですよ。限界雇用というのはあとで答え見て書いていただきたいんですけどえ消費量が一単位増えた時に雇用が何単位変化するのかとどれだけ雇用が増えるのかと。ビール 1杯おかわりしたときにビール1杯おかわりしたときに、えー、満足感高揚がどれだけ増えるのか大きくなるのかこれが限界高揚ですですかね限界高揚というのは1杯おかわりしたときに満足感がどれだけ増加しますか上昇しますかとこれが限界高揚という意味合いですねですかねであの限界っていう概念からちょっと先に行った方がいいかもしれませんね8ページですか。 えー、こちらになりますけどね、えー、と限界概念ということで限界っていうのはこうなんですまず文章からいきましょうかここちょっとマーカー入れときますけど限界っていうのはこうなんです横軸の変数ですね今回で言うと X です横軸の変数今回で言ったらビールの消費量ですから X なんですけど X が一単位増加した時に、ね、ビールを1杯お代わりした時に縦軸の変数今回で言うと紅葉 U ですね 功用、えー、がどれぐらい変化するのかなどれぐらい上昇するのかなそれを表したいんですねですか横軸の変数が一単位増加したときに縦軸の変数がどれぐらい変化するのかなというのが限界の意味ですですから限界功用っていうのは消費量ビールの消費量 X これが横軸の変数ですからビールの消費量が一単位増えたときに X が一単位増えたときに縦軸の変数 U 功用ですからね U がどれぐらい変化するのかな U がどれぐらい上昇するのかなこれを表してるのが限界効用なんですね限界という概念ねこれ押さえておいてください横軸の変数が1個増えたときに縦軸の変数がどれぐらい変化するのかなこれが限界の意味ですでこれってなんか思い出しません限界1つ増えたら横のものが1つ増えたら縦が何個変化するのかなってさっきちょっとやったじゃないですか3ページですけども こ,こ,ですね、こちらですね、えー、X が1体に増加した時にどれくらい Y が変化するのかなっていうのがこれがあの、えー、さっき傾きっていうのをやりました X が1つ増えた時横軸の変数が1つ増えた時に縦軸の変数 Y が何体変化するのかなこれが接線の傾きじゃないですか。ですからまさに限界っていうのは接線の傾きを意味してるんだと。 接戦の,の傾きはまさに限界なんだということですね概念で言うとね英語で言うとマージナルっていうふうにさっきもちょっと申し上げましたけどマージナだからあのうん英語でねその日本語で限界っていうとねあもう酒これ以上ちょっと飲めませんっていうね、えー、それが限界じゃないですか。 ら私のねあの大学の、ね、研究室っていうのが私持たせてもらってるんですけど私の隣が、えー、まあ,、まあ、あの元学部長の先生でもう本当に大酒飲みなんですよでよく飲みに行くんですけど隣の部屋にいますからねでよく飲みに行くんですけど、えー、まあまあまあ飲め飲めみたいな話になっていやもうちょっと私限界ですからみたいなことをよく言ったりするんですけどねもう本当酒強い人先生なんですけどもでだからもういやもう先生もう限界ですからってそれは限界ですから 限界ですからというのはここで言ってる限界と違いますそれもね英語で言うとリミットいいう意味合いの、えー、概念なんですここで言ってるのはリミットじゃなくてマージナルなんですねマージナルというのは一杯おかわりした時に状況がどう変化するのかなとそういった意味合いなんでまさに接線の傾きを意味しているという話なんですねですから接線の傾きを意味しているこれが限界なんですねだから限界というのは接線の傾きと、えー、の概念なんですよ あの一言で言うとね接線の傾きっていうのはあの記号で言うとねデルタ、X、分のデルタ、y、ですね、X、が1個増えたときに、X、が1つ増えたときに、y、がどれだけ増えますかと変化しますかというの概念が限界ですからデルタ、X、分のデルタ倍で表現されますよね。つまり、えー、横軸デルタ横軸の変数分のデルタ縦軸の変数でこれ表現されるわけですねこれが限界なんですよ。 限界っていうのはだから意味合いで言うとせせの傾きなんだとで縦軸が Y そして横軸が X だったらデデルタ X 分のデルタ Y で表現されますよってことですね。で縦軸が X 横軸が Y に限りませんから、まあ、こういうふうに書いておきましたけど数式で言うとね数式で言うと、えー、ま,あまさに微分を表現してるんですけど、えー、デルデル,デル,デル,デルタ横軸の変数分のデルタ縦軸の変数ですね。 まあ横軸が x 縦軸が y であればデルタ X 分のデルタ y 今回のように横軸が x 縦軸が y であればデルタ X 分のデルタ u というふうになるわけですね。デデルルタタ横軸の変数分のデルタ縦軸ののの変変数数分縦です一、えー、つ横軸の変数が増えた時に縦軸の変数がどれくらい変化するのかっていうのを表しているのがまさに接線の傾きなんで図でいうとこれ接線の傾きになるわけですね。 だから皆さん限界紅葉というふうに言われたらですね紅葉曲線の接線の傾きになるわけですよ一杯おかわりした時に満足感がどれぐらい変化するのかっていうね接線の傾きになるわけですねだから限界紅葉というのは接線の傾き一杯おかわりした時の紅葉の高まりこれを表現しているということでありますねだからまさに接線の傾きを意味してるんだっていうね限界紅葉っていうのはね で皆さんね、限界行為をマージナルユーティリティってこれ別に英語を書けるようにする必要はありませんからね、英語、ね。別に英単語なんてもうそんなの問われませんから。えーあのー、ただ、MU っていうふうに表現することが多いんで、M とは何,何,何ですかっていう質問が多いので、えーまあ、マージナルユーティリティっていうふうに書いてるだけで別にスペルを覚える必要は全くありません。いいですか。で、えーまあ後でここね、意味書いといていただければと思いますね。で、えー、と限界行為っていうのは、 えー、紅葉曲線の接線の傾きですね。えー、限界っていうのは、もう接線の傾きというふうに押さえておいていただければと思いますね。で、限界効用っていうのは？デルタ x 部のデルタ u ですね。 えー、デルタ横軸の変数分のデルタ縦軸の変数今回横軸の変数は、X、ビールの消費量なんですけども縦軸は、y、ではなくて U ですから、えー、ですからデルタ X 分のデルタ U になると横軸の変数分の縦軸ののの変変数数分縦ですこれが限界の概念接線の傾きの概念ですね。でさらにもう一歩突っ込むと一杯おかわりっていうニュアンスがあるんで分母のデルタ X が プラス 1, ということです1杯おかわりした時 X 剤を1杯おかわりした時ビールを1杯おかわりした時の効用の変化分これが、えー、限界効用ですからねプラス1という意味合いですねで次ですね、えー、例なんですけども、えー、ビールを、えー、1杯、えー、おかわりしますよとおそういったお話なんですね、えー、ビールを1杯おかわりしたらですね、あのー、ビールを1杯おかわりしたら 紅葉が10高まったということで、まあ、こういった場合限界紅葉が10ということですねビール1杯おかわりしたら紅葉が10増えたとこういうことで限界紅葉が10ということなんですけどまさに数式でいうとこういうふうになりますね1。1杯おかわりすると紅葉がどれだけ上昇するのかというと1分の10で10というふうになりますね。えー、そんな話です では今度その次なんですけれども「限界雇用低減」の法則ということで「低減」とは何ぞやという話ですね。低減っていうのは低減ってだんだん減るという意味ですね。 だんだん減るですね。だからあの経済学でね、低増っていう言葉もあるんですよ。経済学で低増という言葉もありますけど、低増というのはだんだん増えるです。ね、低減というのはだんだん減るです。限界雇用低減の法則というのはだんだん限界雇用が消費量を増やしていくと減るという法則これを言いますね。で、限界雇用っていうのは先ほど申し上げましたけど、えー、接線の傾きなんですよね。限界雇用っていうのは接線の傾きです。ですから。 うーんとだから、えー、x 材の消費量が X1 の時接線の傾きはここですねここの点で接線引いてあげてここが限界項揚ですねで x 材の消費量が X2 の時接線の傾きは、えー、こちらになりますんで x 2の時の限界行為はこちら。ね、x3 の時の限界行為というのはここの点の接線の傾きですからこちらになるわけです,ですね。 で,すかで、えー、っと例えばあ消費量がの時ですねビールを1杯お代わりすると紅葉がですね例えば10増えるんだと、ねえー、消費量が増えていくと限界紅葉がだんだん減るということでビールの消費量が増えると例えば満足感が例えば 5, 5しか増えませんと、ね、だから限界紅葉低減の法則ってこうです。ビールの消費量が増えると えー、せっせの傾きが、ね、だんだん小さくなると1杯おかわりすると1杯おかわりした時10増えるというとこのかせっせの傾きがここが10なんですね。ここが杯おわりしたら高まる消費量がの時1杯おかわりしたら紅葉が10高まるそうした場合1分の10ですからせっせの傾きは10ですよね。ですか 一方消費量が増えました、X、なんです1杯お代わりしたらたった満足感が5しか増えませんということで、えー、接線の傾きは1分の5つまり5ですよねですからビールの消費量が増えていくと接線の傾きはだんだん小さくなっていくんですね。10から5に小さくなる、ね、もっといけば5から例えば1に小さくなるということで消費量が増えていくと。 限界雇用つまり接線の傾きはどん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 小さくなるとそういった法則これを限界雇用低減の法則というふうに言うんですねいいですか、限界雇用の低減の法則限界雇用というのは接線の傾きです消費量が増えていくと限界雇用つまり接線の傾きがだんだんだだんん小さくなるということ接線の傾きがだんだん寝てくるということですねじゃなぜかというお話ですね理由がありますえー、っと九ページなんですけれども えー、ありがたみを考えてくださいということで、えー、例えば消費量が少ない場合ですね消費量が少ない場合っていうのは財の希少価値これキーワードなんですけども、えー、財の希少価値が高いありがたみが大きいんですねつまりビールの消費量が少なない時っていいいきううのののはビビビーーールルルががが大んんでですす飲みたくてしょうがないんですよだからビールの消費量が極端な話ゼロの時っていうのはもうビール飲みたくてしょうがないわけですからビールのありがたみが大きいつまりい杯ぱい くれれるるのでであれば満足感はビューンと高まるわけですよ飲みたくてしょうがないわけですから消費量が少ない時っていうのは、ね、ですから、えー、ありがたみで考えてください消費量が少ない時ビールの消費量が少ない時っていうのはビール飲みたくてしょうがないありがたみが大きいわけですから財の希少価値が大きいぱ杯お代わりさせてくれるんだったらめちゃめちゃ紅葉が高まりますよってことです。ね、で例えば先ほど見ましたけど、えー、紅葉が例えば10なんですね。えー おかわりさせてくれるんだったら10功用が高まるということで1分の10で10ですよ接戦の方向きが10なんですね一方、えー、まあ、消費量が多い場合っていうのは財の希少価値が低いんですありがたみが小さいんですよもうビールいっぱい飲んじゃった時っていうのはもうビールのありがたみが小さいんですねありがたみが小さいから消費量が増えてもあんまり雇用が高まりませんということで デデルタ X 分のデルタタ X の U つまり1杯おかわりしても効用が5しか高まらないということで1分の5なんですね5しか増えないです、ね、ですすねからだからこのビールの消費量が、えー、少ない時っていうのはビールのありがたみが大きいですからもうビール飲みたくてしょうがないんで10も満足感が1杯おかわりすると増えるんです。 一方、ビールの消費量が多いときっていうのは、ビールの希少価値、ね、つまりビールのありがたみが小さいわけですから、1杯おかわりしても5しか満足感が増えないんですね。ですから、1杯おかわりしたときの満足感の増加分、変化分っていうのは、消費量が増えれば増えるほど小さくなっていく。と。ビールの消費量が少ないときは、ビール飲みたくてしょうがないから、1杯おかわりできたら10も満足感が増える。 だけどビールの消費量が増えちゃうとビールのありがたみが小さくなるから1杯おかわりしても5しか満足感が増えないつまり消費量が増えてもあの消費量が増えると限界効用っていうのは低だんだん減ってくるんですねこれを限界効用低減の法則というふうに言うんですねですから限界効用低減の法則ですねですからえー、っとどこだったかな 6ページにちょっと戻りますけどね6ページにちょっと戻りますが。 紅葉、えー、関数っていうのは横軸に X ビールの消費量で縦軸に紅葉水準 U なんですけどもこれ右上がりになるというのが紅葉、えー、関数の性質の1です消費の非法案の過程不法案の過程によって X が増えると U が増える右上がりになりますよとこれが紅葉関数の性質の1つ目なんですけども2つ目これが限界紅葉低減の法則で右上がりは右上がりなんですけども消費量が増えていくと限界紅葉これは減ってくると消費量が増えてくると 消費量が増えると紅葉の高まり、つまり限界紅葉は低下するんだと。一杯おかわりしたらビールの消費量が少ない時は紅葉がぐんと増えるんですけども消費量がだんだん増えていくと限界紅葉は増えるは増えるんですけども増える大きさこれは低下していくつまり限界紅葉は低下していくんだとつまり限界紅葉っていうのは接線の傾きですから接線の傾きはどんどん寝てくるってことですね。右上がりなんですけど、傾きは寝てくる。 だからここううういいう型の形にに曲線は描かれるということになりますねですかだから右上がりでやるとそして曲線の傾きはだんだん寝てくるとそれはなぜ右上がりなのか消費の非法案の過程を置いてるから消費量が増えるば増えるほど紅葉が上がるから右上がりじゃあ右上がりのどういう形なのか右上がりでもいっぱいありましたよね直線もあればこういう曲線もあればいろんな形があるどういう形なのか限界紅葉低減の法則っていうのがあるからだんだん 傾きは寝てくるような形にしないとリアリティに欠けるということでだからあのあのこの、ね、だんだんこの限界項を低減の補足というのを入れるとですねこういうふうな右上がりは右上がりになるんですけど傾きは寝てくるような右上がりになるということでこの2つの性質がですね反映されるというのを押さえておいていただくといいかなと思いますね。ではですね今度その次でありまして。 10ページですね。 えー、無差別曲線というところでありますけども、えー、これはね二材モデルなんですね、えー、二材モデルっていうのは何かっいうと、えー、私森田隆二がですね居酒屋に行,行,、ねえー、行くんですけどメニュー表を親父に渡されてですねそのメニュー表がですね、えー、飲み物ビール先ほどビールだけだったんですよ先ほどビールだけだったんですけど芋焼酎も加わるということで財、えー、が提供される財が2つですよとこれを二材モデルというふうに言うんですね。 だから先ほど私がお話しさせていただきましたけど経済学っていうのは単純化して考える、ね、始初めは一財モデルでだん,だん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 リアリティを、えーえー、現実っぽく描こうということで。 1>, あの1材から2材2材から3材というふうにこう材の数を増やしていくということですねでいくらでも増やすことができるんです、えー、算数数学の力を使えばねだけどあのグラフで表現するとねあの2材がいっぱいいっぱいなんですよなのでもう2材モデルで、えー、終わらすということですね。 あの3財4財5罪、えー、無限に財の数を増やすことは別に数式を使えば可能なんですけども、あのー、まあ経済学の入門ではね、えー、2財しかやらないとしたがって入門が問われますんで、えー、別にプロになる経済学者を養成する試験じゃありませんから不動産鑑定試験というのはねだから2財モデルがまでが問われるということね。 3歳4歳になっちゃうともう数式の世界になってグラフ描けませんからそんなの出ませんはっきり言って。でデータとしてもはっきり言って没問ですできる人はできるかもしれないだけど、えー、110数名の合格者のうち十パーに10%いないぐらいでしょうねそういうのができる方は5人ぐらいじゃないですかひょ,ひょっとしたらね。なのであのはっきり言って合否には関係ない問題になりますから2歳モデルで十分ですからね。らみんなができる問題をしっかりと解いていく。 みんんななが解けいいい問題別にいいんですよだから先ほども申し上げましたけどね内政的成長理論これ出ました2018年ですよ。できませんよみんな。 できた方いいらっしゃいますね私の合格者の中でもやっぱりあの、えー、数学ができる方いらっしゃいますから国立大学のか出身の方だとか理系の方とかそれでできますよで,でもそういった方っていうのはやっぱりそんなに多くありませんからあるいは理系の方でもできなかったという方もいらっしゃいますから本当にあの難しい問題が出て数式解けっていう問題が出てそれが2018だったんですけどおそ、まあ、らく10人とかそれぐらいですよ。ね で110名ぐらい合格者がいるわけですから10人だったらもうほんとね10%もいないわけじゃないですかですからもう本当それぐらいですよね、えー、なので難しい問題が出た時はもういいんですよだか,ら点だから逆に言えば経済学で点数稼ごうとしちゃいかんと。 ある程度まで経済学が出来上がってきたら他の科目に時間を注ぐべきですだから私は350時間これ目安ですよ経済学が苦手な方は逆に会計学とかで時間圧縮してもらって経済学にちょっと時間を回すとかねその辺を柔軟にやってほしいですよ経済学は理系の方で得意であれば民法とかに時間を回すとかねその辺はまあ個人差ありますからやっていただければと思います、ね、ではちょっと中身の方にいきますけどもえー、まあ,あ無差別って っってていいうねね、えー、言葉が出てくるんででちょっと無差別の意味合いです、ね、例えば2材モデルなんでこういうふうにいきますけど、えー、ビール1杯ですね、えー、パターン1パターン2考えていただければと思いますけど消費量の組み合わせですねパターン1という消費量の組み合わせはビール1杯芋焼酎7杯です、ねえー、パターン2という消費量の組み合わせはビールを1杯飲みますだけど芋焼酎が1杯なんですね、えー、ビールを9杯飲みます、ね、芋焼酎はたった1杯ですと。 これが、えー、パターン2のの消費量の組み合わせでですねで仮にですねこの消費者、まあ、例えば私だと考えてください私森田隆二はパターン1という消費量の組み合わせとパターン2という消費量の組み合わせ、ね、これ、ね、どちらでも、ね、どちらでも紅葉が等しいのであればそういった状況のことを無差別っていうふうに言うんですね。ですか、ね、パターン1とパターン2紅葉水準がどちらも等しくなりますよと。ね、俺はね ビール一杯、芋焼酎七杯でもいいし、ね、という消費量の組み合わせとビール九杯、芋焼酎一杯の組み合わせ、どっちでもいいですよと、どっちでも満足感同じですよというのであれば、この状況、ね、これを効用、えー、が等しくなるこういった状況を無差別っていうふうに言うんですね。だから無差別っていうのはこうなんです。効用に差別がない。つまり効用が等しいということを表す。パターン一とパターン二の効用が等しくなる、これを無差別というふうに言うんですね。 ですか公用に差別がない、えー、公用が等しくないこれは無差別というふうに言うんですねでこの無差別というのを表した線これは無差別曲線というふうに言うんですけど、えー、それをですね今から勉強していくことになるわけですね無差別曲線ですね えー、11ページでしょうかあ。無差別曲線なんですけども、えー、無差別曲線というのは何かなっていうと、要は効用水準が等しくなるですね、消費量の組み合わせを全部一本の線に、えー、したもの、えー、ですね、えー。あのね、線ないしは曲線っていうのはね、まああるいは直線でもいいんですけど、線というのは点の集まりなんですよ。 線というのは点の集まりね。ですから無差別曲線というのはね、消費量が無差別の点を一本の線にしたものです点を全部くっつけて線にしたものです線というのは点の集まりです無差別曲線というのは効用水準が等しくなる消費量の組み合わせを点で全部つなげたものですこれを無差別曲線というふうに言うんですね では、えっ、ー、とこの無差別曲線をですね、えー、原に <laughs> 描いていくわけなんですけど、えっ、ー、とね、結論です。無差別曲線というのは、X 財の消費量を横軸に置き、縦軸に Y 財の消費量を置いたならば、このような形になります。このような形。このような形のことを原点に対して凸っていうふうに言ったりするんですね。先に書いちゃいます。原点に対して凸。 ポーツっていうふうに言うんですね。えー、このような。 形ねぐにゃっとしたこのような形これ原点に対してとつっていうふうに言ったりするんですねいいですかでこれが無差別曲線ですじゃあこの無差別曲線をどういう風うに描くんですかということなんですけども、えー、ちょっと立体図形なんでね嫌だなって思われる方もいらっしゃるかもしれませんけどちょっとですね聞いていただければと思いますね、えー、横軸に X 材の消費量例えばビールの消費量ですね今回はで縦軸に Y 材の消費量今回は芋醸酎の消費量ですね、えー、これを置きます縦横軸縦軸 XY ですねビールの消費量芋醸酎の消費量 でビールの消費量が例えば X 1これを、えー、ビールの消費量1だとしましょうか芋焼酎の消費量が y 2これを7だとしましょうかね。ビール1杯芋焼酎7杯これが、えー、この消費量の組み合わせが、ね、A 点ですね。いいですかでこの消費量の組み合わせが A 点です。ビールが1杯芋焼酎が7杯。 これの消費量の組み合わせが a 点です。で、a 点の時の満足感はどこで表現するのかって言うと縦軸なんですね。横軸あごめんなさい。高さなんですね。横軸がビールの消費量縦軸が y 材の消費量、芋焼酎の消費量、そしてそのね。ビールと芋焼酎の消費量に対応する。満足感効用っていうのは高さで表現するんです。ですから。 ね、エ点に対応する、つまりビールの消費量が一、芋焼酎の消費量が七に対応する。効用っていうのは高さで捉えます。で、その、えー、この A 点に対応する満足感が仮に百であれば。ね、仮に唯一百であれば。高さが百のところに点が打たれるんですね。A 点に対応する満足感が百であれば。高さが百のところに点が打たれるんです。 いいですすか。にに対応るる点がここに打たれるわけですね。じゃあビールの消費量が例えばですね例えば、ねえー、ビールと芋焼酎の消費量が増えますよ増えるとやっぱり、えー、そのビールと芋焼酎の消費量が大きいんだったら紅葉が、えー、発生するわけなんですけどその時の紅葉はもっと高いわけなんですよでもっと高いわけですね。でビールの消費量がもっと増えれば満足感がもっと高くなりますから、ね、紅葉のその ぐあの曲局,局面というふうに言うんですけど、えー、紅葉のその形っていうのはこうねお椀型ドーム型に描かれるわけですね消費量が少ないときは高さが低いです消費量が多くなるとビールと芋焼酎の消費量が多くなればなるほど高さが高いですつまりお椀型ドーム型の形立体図形として、えー、紅葉は描かれるんですね ですか紅葉は消費量が多くなれば多くなるほど、えー、紅葉が高くなる高いところに点が打たれるつまり紅葉を面として捉えてあげると立体図形として捉えてあげるとこうお椀型ドーム型の形に、えー、として描かれると。で今回紅葉が100の水準で、ね、スパッと、ね、スパッと底面に平行にスパッと切ります。 紅葉水準が100の水準で底面に平行にですねスパッと切るそうすると切り口ができますでその切り口をですね、えー、この底面に描いています投影します切り口を、えー、その投影するんですね底面にね。でこの紅葉水準が100であって ででそれを、えー、底面に描きましたこの線をこの曲線を無差別曲線というふうに言うんですけど例えば公用水準が100の水準で切り取ったわけですからあ満足感が100公用水準が100でこう描かれてる線なんですね。ですから例えば A 点っていうのはこの無差別曲線の上に乗ってますけど A 点に対応する高さっていうのは100の水準ですねだから A 点に対応する高さっていうのは満足100ですから A 点の高用が100ってことです。ね、で B 点の高さってどこでしょう B 点の高さってどこでしいうと B 点の高さっていうのもやっぱり、ね、100なんです。100 100ののの水水準準なんです、ね、この切り口を100の水準で スパッと切った切り口を下に投影してあげたものですからだから B 点に対応する高さも当然、えー、高さが100になってるわけですよ。例えば C 点 C 点もやっぱり、ねえー、高さが100なんです、ね、高さが100というのは満足感が100いうことですだから A 点も B 点も C 点も高さが100なんですよ だって当たり前ですよね切り口が100のところでスパッと切ってあげてそれを底面に写し取ってあげたわけですで A 点も B 点も C 点もだからこの、えー、切り口を描いてあげたものですからね。切り口を描いてあげた線に A 点も B 点も C 点も乗ってるわけですから A 点も高さが100ですし B 点も高さが100ですし C 点も高さが100なんですよ ですから高さが100っていうのは紅葉が100ってことですから A 点も B 点も C 点も紅葉が100つまり紅葉が等しいんで紅葉が無差別差別がないということを表してるってことですね。だからこ,の,こあの無差別曲線っていうのはこのねこういうふうに作るということですね。 だから無差別曲線の作り方というのは試験に出ませんからはっきり言ってここは忘れてしまってもいいんですけど無差別曲線というのはとても大切な概念なんでまあちょっとんやらせていただいたということですけどまあ正直言ってここはちょっと分かりにくいのであればすっ飛ばしても構いませんここから後の話をねちゃんと再現できるようにしておいていただければと思いますねまあ立体の話ならちょっと難しいです非常にね。 で、えー、まあ無差別曲線でで、すねで。無差別曲線というのは効用水準が等しいことを表してるんですけども例えば、えー、ビール、えー、芋焼酎、ね、ビール1杯芋焼酎7杯の消費量の組み合わせこれ効用水準100です。ね、で芋ビール9杯、ね、芋焼酎が、えー、1杯の組み合わせこれ B 点ですね。で、これね。 紅葉が等しいわけですね、えー、あるいは、えー、ここね C 点だとしたら、ね、C 点も、えー、紅葉が100なんですよ、ね。だから A 点というビールと芋焼酎の消費量の組み合わせ B 点という芋焼酎とビールの組み合わせ、えー、そして C 点というビールと芋焼酎の消費量の組み合わせこれは、えー、無差別曲線上に乗ってますから紅葉が等しいんですねどれもね。だから紅葉が等しくなる点を結んで 描いたものこれが無差別曲線であって通常原点に対して凸型になるということですね原点に対して凸型になると。ね で、えー、まあ描き方なんですけど、まあ、このように、まあ、100の水準でスパッと切って切り口を投影してあげたものだということで、まあ、この作り方なんかも、まあ、余裕がある方は押さえていただければいいんですけども、まあ、とりあえず紅葉水準が等しくなる点を一本の線にしたものこれが無差別曲線であり原点に対して凸型になるというところですねそこを押さえていただければいいかなと。で原点にに対して凸型にどうしてて型どどううななるののかということいこんですけど、まあ、それはあの えっとえー、それもちゃんとね理屈がありますんでね、えー、そこもちょっと、うん、これからあお話しさせていただくところであります。では、えー、っと今度その次でありまして「限界代替率」ですね。 えー、という概念ですねこれちょっと勉強していきますけど MRS っていうふうに言うんですけどマージナルレートオブサブスティテューションというふうに言いまして限界でレートっていうのは率ですねでサブスティテューションは大体ですけど限界大体の率限界大体率っていうふうに言うんですねで限界大体率っていうのは、えー、これ平たく言うと2剤の交換比率ですね2剤の交換比率で限界というふうに言うと 限界というふうに言うと接線の傾きです今回で言うと無差別曲線の接線の傾きになりますねで、接線の傾きというのはこれじゃないですか横軸の変化量デルタ横軸の変化量分の縦軸のデル,縦軸のデルタ縦軸の変化量今回横軸の変化量が X 縦軸の変化量が Y ですからデルタ X 分のデルタ Y で表現されますよね ですかね、限界代替率っていうのは、えー、2材の交換比率を表現しておりましてで無差別曲線の接線の傾きっていうのは今回 x と y が横軸縦軸ですからデルタ x 分のデルタ y で表現されるということになりますね。じゃあ限界代替率っていうのはこれ意味合いとして何かなっていうとメモリたい方はメモっていただければと思いますけどこういうことです。ね x、を一杯おかわりできるんだとしたら y 材を何杯諦めてもいいのかなという概念。 これを表している。これを限界代替率すですね。ね。だからビール一杯もしお代わりできるんだとしたら、芋焼酎何杯諦めてもいいかなと。これが限界代替率なんですよ。ビール一杯諦め、ビール一杯お代わりできるんだとしたら、芋焼酎自分は最大で何杯諦めても許せるのか。こういった概念。これが限界代替率なんですね。あとで定義書いといていただければと思いますけど、平たく言うとこういうことです。で、えー、限界代替率っていうのは、 えー、まあ,あ今申し上げた通りりだ,だから2剤の交換比率なんですよ。ビール1杯に対して芋焼酎何杯分かなってことでビール1杯と何杯芋焼酎交換していいかなってことで2剤の交換比率っていう概念なんですけど、ね、で、えーまあ、デルタ X 分のデルタ Y で、えー、無差別曲線の生成の傾き描かれるんですが、ね、ここでポイントなんです。限界代替率っていうのは マイナスがくくっつくというお話ですね限界代替率先頭にマイナスをつけているのは限界代替率をプラスで表現する習慣があるからということで限界代替率っていうのは実はこれねマイナスを2つ。 つけなないいとと、ね、マイナスになっちゃうううんでですすよ例えばこういうことです、ね、えビール1杯増やしたら、ね、ビール1杯おかわりできるんだとしたら芋焼酎2杯減らしても自分は平気ですとビール1杯おかわりできるんだったら2杯芋焼酎減らしても大丈夫ですよと、ね、2杯減らしてもいいですよよという話ですよ、ね、ですすねからビール1杯増やせるんだとしたら芋焼酎2杯減らしてもいいとそれで紅葉水準1点保てますよということで、ね、ビール1杯おかわりできるんだとしたら芋焼酎は 2杯減らしてもいいですよってことですねだからね,えかね、プラス1分のマイナス2じゃないですかプラス1分のマイナス2だからデルタ X 分のデルタ Y でやっちゃうとで無差別曲線の傾きデルタ X 分のデルタ Y でやっちゃうとマイナスがくっついちゃうんですよでマイナスがくっついちゃうと操作しづらいので限界代替率という概念ではマイナスをくっつけることによってプラスで表現するようにしてるんですね,ですかねマイナスをあえてくっつけることによって プラスで表現するるようにしてるんです、ね、ですかだからて、あのーえー、だからこのプラス2で表現することがもう一般的になっちゃってるんですよマイナスで表現すると操作しづらいから操作しづらいからプラスで表現するためにマイナスあえてくっつけて打ち消しやってプラスにしてるってことですねだから1杯おかわりできるんだとしたら2杯減らしてもいいかなつまり1分のマイナス2なんですよ接線の傾きは。 でそれでいうとマイナス2っていうマイナスがくっついちゃいますよねでマイナスがくっつくと限界代替率がマイナス2ですっていうと操作しづらいんで操作しづらいあの表現マイナスがくっつくとちょっと嫌なんで、えー、なのでマイナスをくっつけないようにマイナスをあえてくっつけてるってことですね。 だからマイナスをくっつけてマイナスとマイナスでこうマイ、えー、プラス2になるということですね。だからこのマイナスをくっつけるというのは忘れないようにしていただければと思いますね。これが限界代替率であるという話ですね。 で、えーっと、限界代替率のですね、まあ、意味ですね、まあ、ここですね、ちょっと、えー、やらせていただきますけども、えーっとですね、限界代替率っていうのは、ここですねまず、えー、限界代替率の前に、デルタ X 分のデルタ y ですね、デルタ X 分のデルタ y っていうのは、ね、こういうことですね。ビール一杯おかわりできるんだとしたら、ね、自分は芋焼酎を。 5杯減らしてもいいですよともしビール1杯おかわりできるんだとしたらもしビール1杯おかわりできるんだとしたら自分は芋焼酎5杯諦めてもいいですよという状況があればこう接線の傾きは接線のの傾きはデルタ X 分のデルルタタ分で表現されますけど1杯おかわりできるんだとしたらマイナス5でもいいですよということで。 接線の傾き自体はマイナス5なんですよ。ね、接線の傾き自体はマイナス5なのね。ですからちょっともうちょっと補足しますと、ビール一、ね、杯おかわり、ビール一杯おかわりできるんだとしたら、ごは諦めてもいいですよって言うと、ね、ここの接線の傾きですね。ここの接線の傾き。 1一杯おかわりできるんだとしたら5杯減らしてもいいですよということで接線の傾きはマイナス5になるわけですね接線の傾きは5マイナス5でス5スがくっついてるといちいちマイナスがくっついてると扱いづらいですからいちいちマイナスがくっついてると扱いづらいですからマイナスを取って表現するというのが限界大替率ですねでこのマイナス5っていうのはそもそもこういうことです1杯おかわりできるんだとしたらね、えー 芋の方を,、ね、芋を5杯、X、がビールの消費量でこっちが芋焼酎の消費量ですね。 愛が芋醸汁の消費量ですねだからビールを1杯おかわりできるんだとしたら芋醸汁を、ね、5諦めてもいいですよとこれが限界代替率の意味合いですね 接線の傾きはになるわけですね1増やすんだったらス5でもいいですよとビールプラス1だったら芋ちょょちイナス5でもいいですよということで接線の傾きはス5になるということですね。で限界代替率っていうのはス5ではなくて限界代替率っていうのはス5ではなくて MRS っていうのはこのス5にス1を掛け算したものですねス5にス1を掛け算したものつまり5なんですね。 ママイナス5にマイナナススにを掛け算したものつまり5であるということでここねマイナスくっつけるの忘れないでくださいねここマイナスをくっつけるのを忘れないという話ですね。もう一度申し上げます。えー、ビール1杯おかわりできるんだとしたら芋焼酎5杯諦めてもいいとこれがあー限界代替率っていうのは、まあ、ここの意味合いなんですね。 いっぱ杯お借りできるんだとしたら5杯諦めてもいいですよということでですねで接線の傾きの方は、ね、接線の傾きの方はこれ右下がりだからマイナスがくっつくわけですね1増えたら5減らしてもいいということで傾きはマイナスが絶対必要ですから傾きはマイナスが絶対必要ねで限界代替率っていうのはマイナスがくっつくと操作しづらいなっていうふうに経済学者が思ったんでマイナスをそぎ落として考える。 マイナスをここくっつけることによってそぎ落とすことができますからあマイナスをそぎ落として考えてるというのが限界大体ですね。 だからその、まあ、絶対値っていうふうによく言われたりするんですけど絶対値っていうのはマイナスのものはマイナスをそぎ落として考えるプラスのものはプラスのまま考えるマイナスのものはマイナスをそぎ落として考える、えー、符号を考えなくてプラスで考えるっていうのが絶対値なんですけど絶対値の概念を限界であったり使ってるっていうふうに思っていただいてもいいのかなっていうことですねですかね。 だからそののの無差別曲線の接線接きですねまずそこを押さえていただきたいデルタ X 分のデルタ Y です。接線の傾きというのは、ね、横軸のものが1つ増えたら縦軸のものがどう変化するのかなこれが接線の傾きです。でまさに無差別曲線というのは接線の傾きはデルタ X 分のデルタ Y つまりビールを1杯おかわりできるんだとしたら芋焼酎何杯減らしてもいいのかなっていうねそういった概念を表しているで。それがイコール限界代替率ではないと 限界代替率というのはデルタ, X 分のデルタ Y にマイナスを付したものなんだとつまりプラスに表現したものなんだっていうことでありましてだから、うん、無差別曲線の接線の傾きと限界代替率ですねつながりますよだけどマイナスがくっつくかくっつかないかそこをしっかりと押さえていただければと思いますね。で,すかねで平たい意味合いも押さえておいていただければと思いますね。ビール杯杯おかわりでできるんんだだととしたら自分は芋中最大で5杯諦めてもいいんだよと そういった状況であればあなたの限界であった率は5ですよというふうになるわけでねだからこれ時代によって状況によって違いますよ、ね、ビールいっぱい飲んじゃってるときはね ビール飲みたくてしょうがない時はですねビール飲みたいからもう芋焼酎5杯諦めてもいいですよとビール飲ませろっていうことになりますけどビール10杯も20杯も飲んでる状況だったら芋焼酎の方がちょっといいなってことでビール1杯おかわりできたとしてもねもうあんまりあのビールもうそんなに飲みたくないから、ねえー、芋焼酎ですね芋焼酎の方が飲みたいですからビール芋焼酎ねちょびっとしか諦めてもいいかなというふうに思わないっていうふうになりますよねですからあの限界代替率がある時行こうかもしれない。 今回のケースであるこうかもしれないだけどビールの消費量が増えていくとですねまた変わってきますからそこが原点に対して凸型の無差別曲線につながってくるところなんですねそれは次回の話ということになるわけなんですけどねですからだけどビールの消費量が変わってくるとだんだん変わってくるわけです限界代替率もね、えー、そこのところが次回のところということになりますけどね、まあ、だんだんちょっと難しくなってきたのかなというふうに思いますけど限界という概念ですねはっきり言ってとっつきにくいですよ 一つ横軸の変化分、えー、横軸のです、ね、変数が増えたら縦軸は、えー、縦軸は何個、ね、縦軸の変数が何個変化するのかなっていうのが限界の限界という概念なんで、えー、横軸が x 縦軸が y であればデルタ x 分のデルタ y っていうのが限界という概念なんで。 傾傾きですねせせの傾きでですすねね接のそこにつながるところなんですけどもあのしっかりとですねちょっとうんはっきり言ってね私なんでもう何十年もやってますからあの当たり前になっちゃってますけどこれ初めてね聞いた時は「何じゃこりゃ」というふうに思いましたんでまあそういった方結構ね数学に慣れてない方なんかそういうふうに思うのが当たり前ですから違和感があって当然ですからこれをこうやることによってねだん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 ,だん慣れてきますんでね。 でまあ、復習の仕方なんですけどねグラフ書きまくってください数式書きまくってください以上です、ねえー、もうあの読んでそれを書きまくるとそれでもう身につけていくとそういったことがいいかなというふうに思いますねであの毎日できればやってほしいです、ね、もう少しの時間でいいです少しの時間でも毎日つなげてください毎日つなげてると慣れてきます、ね、ごめんなさい時間過ぎてますけどちょっと申し上げておきますけど、ねえー、日曜日だけ、ね、日曜日だけ10時間勉強しますと。 それよりも1日1時間勉強しますこっちの方が絶対ですね。1日10時間やっちゃうとさらちになってまたスタートなんですよ1日1時間で合計週で7時間そっちだったらつながりがあるんですよ忘れにくくなってんですよ毎日やっぱりやることによって脳みそがですね頭がですねこういう風になるんですよ 毎日勉強してるなと頭がねじゃあこれ大切なことなのかなじゃあ忘れちゃいけないなってことで短期期記記憶憶ににあったものが長期記憶にこう移動すするわけなんですよだけども週1回しかやってないとですね全然普段使ってないわけですから全然普段使ってないからですからもうすっかり頭から出ちゃってるわけですね毎日やってるとですねあこの情報っていうのは自分にとって大切なんだなとじゃあ長期記憶のところに保存しておこうかっていうことになるわけですよだから結構記憶に定着するんですね毎日の方が。だから1日10時 1日1時間を7日続けた方が1日10時間を1日だけやるよりは私は絶対いいと思いますので、まあ、こまめにヒットを打っていくといった感じでしょうが毎日毎日の積み重ねだからまあ1あのはっきり言って大変だと思いますだから1日1時間毎日や,るや,やってくださいというふうには言いません、ね、なのでまあちょっとでもいいですからとにかく毎日欠かさずにと。 こういうことかなと思いますのでぜひ、ねえー、そういった勉強法を心がけていただくといいかなと思いますねでは、はい、すいません、えー、時間の方が来ておりますので、えー、以上とさせていただきますどうも皆さんお疲れ様でした